はい、じゃあ行きます。3、2、1、はい。皆さん大変長らくお待たせいたしました。始まっておりますか。お待たせしました。こんばんは。こんばんは。どうも。こんばんは。こんばんは、お待たせしました。こんばんは。業種宇宙人狼ボル4ということで、音声など皆さん各自の視点で聞こえてるかなとか、ディスコードの音入ってるかなとか、ゲームの音入ってるかなみたいなのを、各配信者の皆さんに、状況を教えてあげてください。はい、はい、視点配信等が、整うかなの間にちょっと簡単に、今日のルール説明をさせてください。本日なんですけれども、異業種宇宙人狼ということで、さまざまな業種職種の方の、プレイヤーの方がいらっしゃいます。中には今回アマングアス自体が初めての方はいらっしゃらなかったですけれども、配信が初めてだよとか、まだあと 2,3 回しかやってないよみたいな方もいらっしゃいますので、なるべくコメント欄は温かい感じで、優しいコメントを心がけていただけると嬉しいです。ガチの方以外の方もいらっしゃいますので、なるべくちょっと優しい世界で、コメントを優しい世界でいいかなと思います。あとですね、プレイ中なんですけれども、基本的に、生きている間は、コメント欄をあまり見ません。我々は見ませんというか、まあ、見てしまうとちょっとあれでかいので見ません。で、死んでしまった後であれば、コメント欄を見ることができますが、コメント欄自体に、まあ、とはいえ、例えば伝書バト行為であったりとか、誰々がインポスターだよみたいなコメント書くことだけは、ちょっとアーカイブでお楽しみの方とかの、ね、お邪魔になってたりするので、そういったコメントも控えください。そして、YouTube の皆さんに関しましては、概要欄にもしかしたら今日出演の方のツイートだったりとか、Twitter だったり YouTube があります。で、視点配信も、載っているかなと思いますので、まあ、ザッピングしていただいたりとか、チャンネル登録をして回っていただけると嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。最後に、本日のハッシュタグ、シャープ異業種宇宙人狼というハッシュタグでやらせていただいております。そちらでつぶやきますと、主催枠、私の枠では皆さんのツイートが表示されますので、もしよかったらいろいろツイートして盛り上げていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。簡単なルール説明ですが、今日楽しんでいきましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、ということで、ディスコードの上から順に簡単ですが自己紹介させてください。主催のあゆみです。今日は緑色でございます。普段は、歌を歌っております。今日は皆さんが楽しい宇宙旅行に行けるようにサポートしたいと思います。まさか裏切り者はいないと思いますが、ぜひぜひ楽しんで宇宙旅行行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして上から順なので続きまして、ひるきさん。はい、皆さんこんばんは。ひるきけんじと申します。普段は、プロバスケットボール選手、であったり、今は、監督なんかもしていて、割とこういった界隈の皆さんと、こういう行事をするのはかなり初めての体験なので、ドキドキをしておりますが、今日は頑張っていきたいと思います。今日の目標はスナパイさんに褒められることです。もうロックオンされている。楽しみです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。目標があって偉い。もう褒められちゃった。終わっちゃった。終わっちゃった。はい、続きまして、片桐さん。はい、片桐烈火と申します。お歌を歌っているボーカリストです。アニメとかゲームとか同人とかの歌を歌ってます。今日は、赤といえば戦隊ものでリーダーを務めるセンターのレッド、正義のレッドでございます。お、第一村人にならないように頑張ります。気をつけます。よろしくお願いします。お願いします。続きまして、なるみゆうさん。はい、イラストレーターをしております、なるみゆうと申します。アマンガス自体は割とプライベートでやってるんですけれども、週1とか一時期ほぼ毎日やってた時もすごいですね。はい、なんで YouTube 始めたのがまだ1ヶ月経ってないぐらい
なのですごいそのあたり初心者なのでコメントとかでいろいろ教えていただけると助かります。はい、という感じでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そして富士さん。はい、吉本興業所属の、芸人やってます裏切りマンキーコングというコンビの富士と申します。ここに来るまで芸人になるまで、まあ数多の嘘をついてきた男ですので芸人になってからはついてないみたいな。そう、芸人になってからは一応あの全部会社のせいにしてきたので個人的な嘘ついてなかったんですけども、今回はちょっとその個人的な嘘を使ってうまいことこのアマンガース勝ち抜いていきたいと思いますので、皆さんお手柔らかによろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今日はいっぱい褒めてくれるのかな、スナパイさん。え、僕褒める役割なんですか？どうも皆さんこんにちは、スナパイでございます。実況者の枠、前回は人狼プレイヤー枠からの、明らかに業種として認められた実況者という枠に昇格いたしました。どうもスナッパイでございます。どうもこんばんは、よろしくお願いします。お願いします。勝手ながらね、個人的にね、いろんなリスペクトしてる人がたくさん今回もいらっしゃるので、程よく楽しむ、程よく本気で臨みたいと思いますんで覚悟しろ、よろしくお願いします。お願いします。そして本田さん。はい、声優をやっております本田真理子と申します。テレビアニメ日常という作品で愛用優子でゆっこっていう役をやらせていただいたりとか、なんかアニメとゲームのお仕事が多いんですけれども、あのアモングアスはですね、あんまりですね、そうですね、強くないですでもめちゃくちゃその動画を見てるんですよ。めちゃくちゃ動画見てるんですよ。あのスナパイさんの動画も拝見させていただいております。いや、初めましてじゃないそうね、僕らはね。そうなんですか？私初めまして。え、嘘、そんなことないよ、人狼最大トーナメントでご一緒してますよ。そうなんですか？初手失礼あの鮭のおにぎり渡したの覚えてないですか？細かい。あの時いっぱいいっぱいすぎてもう記憶みんな良い人たちの集まりだったので、ちょっと部屋は どうしたらいいのかな。新しい部屋が、新しい部屋が、その間自己紹介してていいですか？じゃあどうぞ。すいません、ということでですね、あのとにかくあのクルーでも少しでも役に立つように、インポスターだったら、まあ、とにかく一人でも殺せるように頑張りたいと思います。はい、あのよろしくお願いします。私もリスペクトしている方がご一緒なのでめちゃくちゃ嬉しいです、下月さんありがとうございます。もう本当に大好きです。いや、ありがとうございます。私の好きさんキルされたら本田さんという。あ、そう。いやいやいや。そこは逆に基本ね、あれ殺すんですか。はい、続きましてマイマイお願いします。はい、さんこんばんは。ベイビーウルフという人狼アイドル枠として今回出演させていただきます、川村舞と申します。あのですね、スナッパイさんが実況者として昇格したということはですね、人狼プレイヤー枠も私のものみたいな形でですね、私、あの、コリンに関しては、あの、本当に方向音痴がすごい致命的になったので、今回ちょっと手作りのコマを作りまして、そちらも実況させていただきます。で、さらにですね、あの、普段人狼を結構やってるので、その議論とかも人狼ゲームで培ってきたものを生かして頑張っていきたいと思います。キルは積極的にやりすぎるので計画的に頑張ります。お願いします。ファッションお願いします。お願いします。はい、続きましてゆいさん。はい、ゆいと言います。普段はゲーム付けが高じてゲーム番組の MC をやっていたりとか、フォーゲーマーという媒体でコラムを書いていたりとか、YouTube でゲーム配信をしたりしております。はい、今日はですね、
このお誘いをまずいただいた時からもう結構動機切れが止まらなくて、というのも私あゆみさんがあの元々織姫夜空さんだった時代からすごいあのお期待申し上げておりまして、本当にびっくりして、あのあすいません、まあ、とにかくですね、あのすごいあのずっとファンだったのですごく動揺してありがたいなと思うと同時に、もう本当にこの同戦してるメンバーもね、もういろんなリスペクトがもう詰まったメンバーで、もう下月さんもお久しぶりですし、お久しぶりお久しぶりです、本田さんもなんかヘッドホンから聞こえてくる音質の良さみたいなのがすごすぎて、何かどうしていいか分かんないみたいな、もうめっちゃめっちゃめっちゃ嬉しいので、もうでもなんかこう遠慮せずにキルしていきたいと思います、よろしくお願いします。ちょっと今あのいただいた一言で私のコメント欄が荒れております。なんかそんなごめんなさい、私としてはもうなんか一番のなんかこうきっかけだったというところで、あすいません、そうなのって荒れてるよ多分。いやなんか謎の草がいっぱい生えてます。はい、続きまして、じゃあ最後に下月さん。はい、下月はるかです。ゲームやアニメなどで活動しているボーカリスト、シンガーソングライターです。というわけで結構あの今日はあのなんだろ う, こう顔見知りの方も比較的多かったりはするんですけど、2回目かな、私参加したのかな、2回目でしたっけ、異業種は。そうです、異業種、そうです、1回目2回目か、2回目の時かな、参加させていただいたんですけれども、まあ、その時はインポスターをいろいろやらせてもらって、でもうドキドキしながらいっぱいキルしたので今回も頑張りたいんですけど、はい、あのまだアマンガース何回かしかやってないんで、あのどう立ち回れるか分かりませんが、頑張ってキルしていきたいと思います。よろしくお願いします。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 ということで、ちょっと予定より遅れておりますが、サクサクっとゲームを始めていきたいと思います。それではもう第一戦いっちゃっていいですかね。なんか皆さんの視点で裸の人とかいないですか。あ、下月さんとか本田さんとか、レッカさんとレッカさん。あれ本当に。じゃあちょっと着替え直してみましょう。全員着替え直した方がいいと思います。順に揃った段階で。じゃあ着替え直しをお願いします。同じあの着てるものをあのクリックするだけでも大丈夫なので。はい。来ました。ました。ちょっと終わったら下に集合でいいですか。ちょっと分かりやすいので。はい。はい。お、じゃあ揃いましたね。じゃあ早速ですが第一戦いきたいと思います。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ミュートしてください。はい。はい。あ、スナパイさん僕が落ちちゃったから、落ちましたね。ちょっと一回戻りましょうか、ごめんなさい。じゃあインポスターの方、はい、O2 で締めていただけると。あ、はいって言いましたね。なんて素直な音直さずにで、はい、このままで大丈夫ですか。はい、このままで大丈夫です。はい、すいません。はい、いきなり粗相してしまった、すいません。ありますね。わあ、これだ。待って、裏殺された。みんな死んでる。なんか手入りしてる。弁当めっちゃ出てる。やったって。これ部屋作り直した方がいいですかね、スナッパイさん。その方がまあ安全ではあるかなとは思います。ちょっとごめんなさい、リーブゲームしていただいて。終了すればいいってこと？終了。はい、もう一回お部屋を作りますね。はい、わかりました。お願いします。サーバーは、メッセージを送信できませんでした。おや？あ、行けました。来ました。はい。なんだこの、お、貼れた。はい。それでいいのかな？はい。コードも貼りました。はい。これお洋服どうしますか？全員揃ってから着替えた方がいいか。全員揃ってからで。はい。はい。色が変わっている。すいません。あ、本当。はい。あ、色が変わってる。ごめん。あ、ごめん。おっしゃった。ちょっと。あ、ちょっと。始まっちゃう。ダメだこれ。ちょっと今日ダメだ。すいません。僕クルメイトです。すいません。
ターの方、はい、フクロメイトです。すみません、このタイミングで、スナパイさん、いや、これは粗相ですから、なんと、すみません、やられてしまった。もしもし、あ、本田さん、どうしました？あれ、あれ、私、片桐です。あれ、あ、違った、片桐さんだ、片桐さん、どうしました？大丈夫ですか、片桐、あの、ちょっと音量を大きくさせてもらってもいいですかね。いいでしょう。はい、はい、このタイミングです。大丈夫です。いや、こんな粗相する。あらららあ、おぉ。機械が並んでいる。おぉ、機械が並んでいる。おぉ、あらー。おぉ、抜けれないですか？抜けれないですか？ごめんなさい、全員入れます。すいません、入れます。はい、あれ、終了しちゃった。プレイヤーゲインでいるわけですね。はい。あ、終了しちゃった。ごめんなさい。で、参加すればいいの？もう一回。はいはいはい。コード入れていただけると。ごめんなさい。ごめんなさい。はい、出た。ごめんなさい。あと色ができたぞ。色変えて。色戻ったな。あれ？まだね、一人いないんですよ。あ、私が入れてないですね。あれ？入りたい。今めっちゃノックしてるんですけど。なんか入れてもらえない感じですね。あれ、なんでだろう。なんでだろう。コードで入って。コードで入ってもいいかもしれないですね。あ、なるほど。開けておきました。大丈夫です。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待ちください。あ、いらっしゃった。やった。ありがとうございます。お願いします。はい。動揺してるんだな。よし。ひろきさんも脱げちゃってます。あ、脱げちゃってますか。着直した方がいいのか。10人揃った段階で着直すとパッチリです。あ、そっか。じゃあ一回やった方がいいのかな。はい。おズボン。ズボンか。よいしょ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 。オッケー。では、気を取り直します。はい。それでは行きましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ミュートします。さあ、どうかな。お、いけましたね。いけましたよ。よしよしよし、無事にゲームがスタートすることができました。きっとあゆみさんもホッとしていることでしょう。ほんとね、あの幹事というか主催のあゆみさんの、こう親切さというか仕事の出来っぷりがすごくてですね、全員分のサムネを作ってくださるとか、とにかく至れり尽くせりで、なんかもうすごいんですよ。見習いたい。あれ、はい、もうですか。はい、早い。え、もうですか。早い、はい、早い、はい、はい、アッパーエンジンの横の廊下のところ、カフェテリアとつながってるところで、ひろきさんが亡くなってました。で、私、うん、結構後の方にウェポンから出てったんですけれども、その時に下月さんまだウェポンにいらっしゃったんで、うん、下月さんは私から見たらこの件に関しては白いです。オッケーです。なるほど。じゃあ、おそらくリアクターに向かってきた時にアッパーエンジン側、上から来た人はどなたですか？リアクターアッパーから向かってきたのが本田なんですけど、一番最初にリアクターの方ついてるね。2番目が1番目ぐらいなんで、まだアッパーには死体はなかったです、その時に。あ、すいません、発言してもいいですか？はい、はい、カフェテリアの方からアッパーエンジンに向かってる時に、うんうん、その死体を見つけて一回通り過ぎて、で、あって思って戻った時に、これ誰がそういえばスピーカーをしたんでしたっけ？あ、私です、なるみです。あ、多分なるみさんとあれですよね、多分向かい合ったとこに私いますね。そうそうそう、で、私通り過ぎてあって思って戻ったんですって思って、で、そのだから私の後に来たなるみさんは違うであろうっていう話をしたかっただけなんですけど。ありがとうございます。なるほど。
セルフもないってことですか、うんうん、セルフがない。その証言が出ると劣化さんもなんか違う気がしますね。一回飛び越えたっていうなら、うんうんうん、もし劣化さんが犯人だったら後ろから来た成美さんになすりつけそうなもんですからね、うんうんうん、なるほど、うんうんうん、言ってたんですけど大丈夫だった。じゃあ上通った瞬間、じゃあ、順番ってオレンジ赤白が今出てるんですけど他はオレンジ、オレンジ、オレンジは存在しないんですね。茶色になりました。あ、茶色になったのか。本当だ。スナパイとマイマイ、河村マイは、うん、下から来てるのは確認してます。うん、他は、ありがとうございます。はい、僕もロアからですね。はい、富士さんも下から。はい。あ、ユイも下からです。が下から。はい。黄緑のユイも下から来てます。お互いの死人できた人はいますか？誰も見てないな。スナパイさんは見ました。はい、僕の前々は下から来てます。確認してます。最後尾自分だった気がします。良いだと思います。なるほど。はい。名前出てないんで発言します。はい。あゆみです。まだリアクターにたどり着いてません。ロワーの手前ぐらいです。下から行ってます。なるほど。はい。はい。私も全くカフェテリアで泊まりました。ウェポンのタスクを終わってカフェテリアでそこまで行けてないです。なるほど、なるほど。絞れそうですね。絞れますね。はい。もう一回押したらいけそうな気が。もう一度話しましょうか。ちょっと今のところ本田さんが今一番怪しいので、はい、ボタンを押してもらえるとありがたく感じます。はい。うんうん。見落とします。よろしくお願いします。はい、スナパイ先生がよそ行きだ。そして優しい。優しい砂パイ先生、これほどまでに優しい砂パイ先生がかつていただろうか。ボタンありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではちょっと改めてまとめさせていただきますと、はい、リアクターに真っ先に到着したのが、ロアからたどり着いた砂パイです。2番手でマイマイが下から来ました。じゃあもう、はい、多分緊張しすぎて見えてなかった。ごめんなさい、本当に初手緊張しすぎて地図開きながらバーって見てたんで。なるほど。なるほど。なんかもう緊張してドッキンドーだぜって言ってリアクターに着いた時に、あ、直してると思ってよかったよかったっつって。多分上に行ったんだと思うんですけど、なんか私の中であんまり見えてなかったから勝手に1番か2番ぐらいな気がするみたいなぼんやり情報でした。なるほど。本田さんってひろきさんの生きてる姿であるとか、もしくは他に誰か目撃したとかありますか？ひろきさんは見てないですね、青は。うんうん、他の人はどうですか？多分今のままだと本田釣られちゃうと思うんですけど、本当に本田ではないのでどうしようかな。目撃情報が今上を直したのは、はい、上のリアクターを直したのは本田です。それは確実です。緊張しながらわーっつって押してたんで、あ、手やって合わせるやつですね、うん、手合わせるやつです。本田さんがリアクターに行くまでの間で誰ともすれ違ってなかったです？誰ともすれ違ってないですね。そっか。うん、ひるきさんの生前の姿を誰か見てないんですか？ひるきさん、ひるきさんって黄色封じはあってないですね。始まった頃は元気そうでしたけど、うん、か上なんか右側アッパーあれまでだ、なんかウェポンの方を向かってった人が多かったので見えてないんですよね、青。うん、もし本田さん視点で怪しい人物がいるとすれば、下から来たって言ってるけど誰にも目撃されていない、例えばゆいさんであったり、うんうん、全然たどり着かなかったって言ってるあゆみさんだったり、うんうん、あとは富士さんもギリ入っちゃうかな。そうです、僕もロワーいたときは周りはいなかったですね、黄色封じ。はい、マイパイは誰か見てないですか？河村マイさんは。私スナパイさんしか認識がないんですけれども。なるほど。なんか、うん、そうですね、劣化さんが実際にヒル、ヒルキさんを見ていて、それをなるみさんも見てるって状況で、本田さんは誰も見てないってなると、私リアクターに本田さんがいたことはちょっと見てなかったんです。砂田さん見てたんですか？いや、私は下に行っちゃったんで見てないです。そうですよね、私も着いた段階で見てなかったから。に関しては誰もいなかったです。ごめんなさい、発言してもいいですか？はい、ロアエンジン側、下側から来た人の中でスナッパイさんとか
河村さん以外の3人、私とフーデさんと、はい、あゆみさんってお互いそれぞれ誰かの姿見てたりしますか？いや全く見てないですね。そもそもたどり着いてない。はい、見てないとなるとそこが嘘の可能性が出てくるので、本田さん視点疑うならその3人かなって感じ。確かに。はい、はい、そうですね。します。どうします？私も見てないんだよね、フージさんとあゆみさん。そうだな、最終位置ロアだったらあゆみさんはギリ見えてないのかな。あゆみさんって最初どこでタスクやってたんだ。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これさ、フーデさんって最終位ってどこだったんでしたっけ？リアクターについてないんですよね。僕リアクター入った時ですね。で入って下で作業してるお二人を見たのはありましたね。黄色フージ、はい、うんうんうん、見えてます？誰かフーデさん見ましたって人いますか？見てないです。まあ、最後リアクターにちょっと人ごった返していたので、うん、入って下にお二人、うん、下で作業してたの誰だったかな。あ、でも二人っていうのが合ってると思います。はい、紫ピンクですね。うんうん、なるほど、はい、下に二人いたっていうのを見て、でパーッとあれ来たって感じですね。私もリアクター入ったぐらいの時になったんで。そっか、でも下側から来ててお互いを視認してないのってちょっとおかしいよな。ああ、なるほど。あゆみさんはどっちから来たんでしたっけ？あゆみ下からで、でウェポンで、うん、ウェポン側に行って、多分白水色かな、うん、あ、いました、いました。そう、ウェポンですれ違ってたんですけど、うん、ウェポンに来たはいいが、タスクがシールドだったんですよ。そのまま取り越してシールドで、タスクやってストレージ通ってロワぐらいかなってなったんですよね。だから誰もいなかったんですよ、うん、その時間に。そこに、あゆみさんはゆいさんを見てますか？いや、見てない。全く通路の手前で終わって、ロアエンジンでゆいさんも富士山を見てないって感じってことですよね。今の感じ時系列で言うと富士山の方が前走ってますね。リアクターの中まで来てるので、うん、なので富士山も薄いですね。うん、私も一応リアクターの中までたどり着いてます。着いたぐらいのところ。あ、でもあのゆいさんより前に富士山がいて、はいはいはい、リアクターの情報を富士山出してくれてるので、うん、なので、まあ、ゆいさん、あの富士さんも容疑者からは外れるのかなって感じですね。うん、そうですね。時間的に多分僕、あ、黄色富士、最後あのリアクター入った時は多分僕もう単独で降って入ったで、下に2人いたっていうイメージですね。はい、でゆいさんは見てないってことですか？ゆいさんは初動はどういう動きだったんでしょう？私初動はアドミンに行って、そこからエレクトリカルの中に入るか入らないかぐらいの時にリアクターが鳴って、そのままリアクターに向かってます。ん、それは違いますよ絶対。リアクターが鳴った時にエレクトリカルより僕手前にいますよ。手前？はい、ストレージ側の通路で鳴りましたよ。ほう、ゆいさんめちゃくちゃおかしいこと言ってますよ今。エレクトリカルの、ごめん、中入ってなかったっけな。ちょっとまあでもごめんなさい、ストレージとエレクトリカルの間ぐらいにはいたと思うけど。そうするとスナパイさんより前にリアクターつく計算になりません？うん、じゃあさらに僕の後ろにマイマイがいるわけなんで、うんうんうん、そうなるとあゆみさんが最終じゃなくてゆいさんの方が先につくはず。最初にアドミンに行ったっていうのが、ちょっと証言が正しいかどうかわからないので絶対とは言い切れないですね。はい、まあ、でも容疑者が3人ぐらいに絞れたのは大きいの で、ね、警戒しながらタスクに向かいましょうか。はい、はい、行きます。私初手アドミンで、その後エレクトリカル目指してぐらいだった気がするんだけどな。なんか間違えてるっけ。シールドでタスクやって、シールドじゃないや、ストレージでなんかタスクやったかな。ちょっと若干議論3回ぐらい挟んじゃったから若干自信なくなってきたな。
紫、赤、青、紫、赤、青ね、赤、緑、紫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 、交通か、ちょっと遠いな。うえ、あれ、はい、今黄色封じです、はい、今下のロアーストレージシールドって順番で行ってて、でシールドから O2 行く途中のところで、本当あれですね、なんだっけ、あの排水溝らへんぐらいに下本さん倒れてましたね、はいはい、でそこ行く過程でゆいさん、ツナパイさん、レッカさんとすれ違ってます。行く過程っていうとちょっと遠いので、おそらくロアエンジン付近の話をしてます。そうですね、ロアエンジン付近の時です。はい、すれ違ったっていうのは、はい。はい、だからだいぶ離れたところですれ違ったっていう情報です。はい。はい。これってことですか？僕がセキュリティで、でもぐるーっと下、あの O2 直しに下ぐるーっと回ってる時に、シールド上で見つけてって感じですね。で、ロワーエンジンら辺で、その3名とすれ違ったって感じです。うん、はい、ありがとうございます。はい。最終位置、私、なるみ話しますね。はい、ストレージに行った時に、O2 が鳴って、で、アドミンに行ったら、マイマイさんが、やってらっしゃったんで、そのまま O2 の方に上を経由してカフェテリア経由して行ったら誰もいなくって、直そうと思ってた時に通報が鳴ったっていう感じでした。はい、今の O2 の話ですか？あ、そうですそうです、今の O2、ね、本田さんが先に直してくれてるのを前々は見ていて、その後にそう、なるみさんが来てくれてっていう形だったと思います。あ、じゃあちょっと本田さんが見えてなかったのかも、うん、知れないです。はい、ホンダが直しました。うん、O2 のアドミン見てました。で、マイマイさんは最終位置、あれ、なんか近かったですね。アドミン行った後、どこかに行った感じでしたよ、ね。うん、あ、O2 が2箇所あるんで、1箇所が、ホンダさんが直してくれたので、上に向かってる途中でなりました。ストレージで、なるみさんと一緒になった後で、ホンダさんが直してくれてるのを見て、そのままカフェテリア側に向かってます。それが最終位置です。うんうん、はい、スナッパイへは、リアクスが鳴り始めたので、アッパーエンジンカフェテリアと通っている最中、カフェテリアで下から上がってくるあゆみさんと一緒に O2 たどり着きました。はい、はい、そうです。なるみさんがいて直してらっしゃいました。3人とも上から来ているので、そこの通路には到達していません、誰も。うん、そうですね、はい。私もスナッパイさん、重なってたんで、はい。はい、見えてます。上から来ているので大丈夫です。下の道は通っていません。はい、はい、これ縛れますね。さんは片桐さんは無理かなと思います。うん、左側でロワーですかなり直前にすれ違ったので、あ、ロワー直前っていうのはボタンが押される直前？死体レポートが出る直前ぐらいですかね。5秒前ぐらいかな。それはずっとロアにいたんですか？うん、ロアからアッパーに移動して私は最終位置。一旦ミュートします。でも片桐さんもエレクトリカルからロアエンジンが最終だから、さすがに右で殺してるのは無理じゃんね。はい、なんか絞れそうだったので呼びます。そうですね、はい、いいと思います。ありがとうございます。なので、坑道から、そのルートで、死体が発見された場所を通ることができないだろう人物は、うん、はい、なるみさんか、まい、なるみさん、
マイマイと本田さんは今回お互いが殺し、今回の殺害に関わってると思いますか？いや、関われると思いますけどね。マイマイ目線は、はい、トレージで、なるみさんと一緒になった後で本田さんとアドミンについて O2 直してるのを見てるんで、殺害の時系列的にいつだったかは分かんないけど、一応今回は違うんじゃないかなっていう考察ですが、はい、ちょっと分かんないです、そこは。はい、本田はアドミン結構見てて、はいはい、エレクトリカルに4人とかめちゃくちゃいた時とか、うん、ありますね、はい、上からアッパーからロアにポーンって下がってった人も見ました。それが富士さんですね、多分そうだと思います、ね、はい、僕そうですね、セキュリティの方からですけど、そこら辺でアドミンずっと見てた時に O2 が鳴ったんで、はい、アドミンから出てないですね。なるほど、アドミンのタスクだったりとか出てたんですけど、情報は一致なのでやっぱ違います。と質問したい人がいるんですよね、劣化さんって今回どんな動きでしたか？はい、私はちょうどその O2 がピコピコ言い出した時にロワーエンジンにいて、はいはい、そこから、ストレージを回ってアドミンに入ろうとした時に呼び出されたっていう感じでした。その時ゆいさんは近くにいましたか？ちょっとお見かけしてないですね。見当たらなかったですね。私は確か藤井さんの多分黄色かったから、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。藤井さん、ごめんなさい、ごめんなさい。藤井さんの黄色いのを、うん、見ながら追いかけてたけど、ちょうどストレージで引っかかっちゃって、まごまごしてるうちに見失ったみたいな。なんかそんな感じの動きをしていました。やっぱりじゃあ、ゆいさんの行動変ですよね。O2 になってるのに、ロアからアッパーに行ったって言ってるんですよね。うんうん、O2 なってて、私は、エレクトリカルにさ4人ぐらいいましたよね、うん、でいました。その後ロアエンジンでタスクやってたんですよ、左下で。そしたらその時にレッカさんと一緒になって、そこで O2 が鳴ったんですけど、まあ、ちょっと遠かったので無視して、そのままアッパー行ってアッパーでタスクやって、それで最終位置だったんですね。で、まあ、レッカさんがそこから右行ったとしても、さすがに殺害現場まではたどり着かないだろうなって思って、レッカさん白いかなって思ったんですけど、殺害ができる位置にはいないけど行動が黒いという感じですね。うわ、ちょっとスキップで大丈夫ですか？はい、ちょっとゆいさん結構筆頭位置ではあるけどっていう感じですね。決め手にかけますね。なるほど、ミュートします。いや、まあ、1回目のね時はちょっとうろ覚えが過ぎたが、今回に関してはそれなりにちゃんと覚えてる気はするんだが、デッカさんがロアですれ違ったの覚えてないんだな。まあ覚えてたとしてもかな、どうなんだろう。まあ、さっさとタスクを終わらせて誰かとペアになった方が良さそうだな。よいしょ。私はマイマイさんがちょっと気になるかな。なんか本田さんしてマイマンさん白取り切れてなさそうだったし、本田さんは多分白なんだけど、なんかそこの2人がお互い白取れるって聞いた時に本田さんは取れないって言ってたんだよね。よし、あと1箇所だ。これあと1箇所終えれば、あ、でもこの後アドミンのダウンロードタスク増えるか、確か。はい、増えましたと。これでファイナルラストだな。
と停電になったね。今スナパイさんが向かった風だったけど、ストレージンさん、ピンク後ろ、お、これは素晴らしいボタン、はい、おー、素晴らしい、ありがとうございます、ありがとうございます。カメラ見てくださってた方ってどなたですか？あゆみです。弁当使いましたよね、あなた。使ってないっす。決定的じゃないですか、ちょっと。それはもう、いや、ちょっと、一応念のため確認です。最後の停電なるちょっと前に、はい、メドベイにいた人は誰ですか？メドベイ。いないいない。違う。え、これ、いや、メドベイついてました。はい、セキュリティが消えてメドベがついたんですよ。わあ、これ飛んだ人いるわーって言ってボタンを押しに行こうとして停電が鳴ったんですね。はいはいはい、今最終位置、私リアクターなんですけど、リアクター1ついてませんか？いや、最終位置ではなく停電前なんで15秒ぐらい前です。停電前、うん、あゆみさんリアクターに行く前の動きってどういう感じですか？ずーっとセキュリティです。セキュリティにいたのは見たんですけど、ずっとだったかは、一回セキュリティについてるなってことしかない。おそらく見てたのは本当だけど、その後飛びましたよね、あなた。飛んでない、飛んでない。本当に飛んでないっす。メドベージュが本当に飛んでない。飛びましたねってあんま言われないですよ。いや、本当ですよ。それは飛んだ名探偵ですよ。全然違います、違います。飛んだ名探偵ですよ。あなた飛んでイスタンブールしたでしょ。飛んでないですよ、イスタンブール。古いな。飛んでリアクターでしたって。なんで、ずっとセキュリティ見てて、で、当時のところで、スナパイさんが2回ぐらい立ち止まってるのをもうずっと見てます。で、なんか、片桐さんがセキュリティのところのタスクをやりに来たんですよ。ね、で、来たと思って、人来たなと思って、もうそろそろ何も起こんないからいいかと思って、リアクターでタスクをやりに行ったので、メドベーはもう全然飛んでないです。いや、飛んでブーリンしたでしょ。いや、いや、サイラブーリンじゃないですよ。90年代ばっかり。いや、ほんと飛んでない、ほんと飛んでない。なんでなんでしたっけ？ブンって飛んだ。スナッパイさんのその弁当飛んだでしょの確信って、あー、アドミン情報ですね。アドミン情報、あ、メドベイ本当いないですか？とこれはどうすればいいでしょうか？メドベイに行った人とかいないんですか？そう、今日このターンでメドベイに立ち寄ったことがある人はいますか？一切寄ってない。一回もそっち寄ってないです。でもだとしたら、あゆみさんメドベイもう一個前にも行ってるはずですよ。メドベイ、メドベイ、多分スナパイさんが見る前にアドミン見たときにメドベイ1個ついてたんで、メドベイにいないっす。だから誰かが嘘ついている。ずっとセキュリティなんです。本当ですか？本当に、やば、これはトベイサミしたんでしょ。なんでだよ。最近のトベイないんすか？ハートを目指すっきゃないな。現代の飛べないんすか？飛ばしてないです。ミュートします。ミュートします。あ、タスク終わったんだよな。わし誰についてこうかな。なんか本田さん白いのと可愛いから本田さんストーキングしよう。本田さん、私本田さんと心中するわ。本田さん、あ、なんかペットが後ろにいるのが尻尾みたいに、本田さんの尻尾みたいに見えて可愛いね。本田さん、私本田さんと一緒にいるわ。本田さん、あれ、あ、ちょっと見ましたよ。見ました。本田さん、ミュート、あれ、本田さん生きてる。
だミュートです。あ、びっくりしすぎて、アングリだった。え、多分、ね、本田さんと、本田さんとユイが見てるんで、間違いないと思います。そう、間違いない。ちょっと、はい。何を見たんですか？川村さんが、現場です。川村さんがやってた。マイマイがやったの？やってた。聞いてもらっていいですか？ユイさんがやってるのを見て、いやいやいや、多分これ本田さんユイさんなんだと思って、あゆみさん違う気がしてて、いやユイさんと本田で見てるんで、いや違う、これね本当にちょっと聞いてほしい。スナパイさんとか多分人間だと思う、他の人も人間だと思うんで聞いてほしいんですけど、はいはい、最初の殺害で、はい、最初の殺害でアッパーエンジン誰も認識しなかった本田さんがいる、はい、さらにユイさんもその時リアクターにいなかったから、候補ではありますよね。その時確実に、私はヒルキさんを、ヒルキさんを殺せないのはスナッパイさんをご存知なはず、はい、で、私ローラーでもいいんで、絶対ユイさんか本田さんをどっちかを釣らないといけないんですけど、私が今ここの場で釣られるとニキルが起きて終わるんですね。だから絶対に私を釣らないでほしいんです、はい、じゃあちょっと我々、うん、白角三人衆でちょっと話しますか。はい、あとこちら側の話も聞いてもらっていいですか。一切なんか、どうぞどうぞ話す。まあ、ゆいさんからお願いします、はい、じゃあ。私タスク終わったんで本田さんをストーキングしてたんですね。いや、そうそうそう、めちゃくちゃストーキングされてたんですよ。なんでついてくんの。だからその中で一番白っぽい人と一緒にいろうと思って、別に誰と一緒にいるって宣言しなかったから、怪しい人についてって殺されちゃうのもなと思って、うん、本田さんについてってて、リアクターついて、その後、アッパーエンジンでなんか扉が閉まって3人ぐらい閉じ込められたんですよね、確か。それで左下でタスクやってたのが殺されちゃったなるみさんだったんですけど、一回私と本田さんが、メドウェイの方に行った風のところだったんですけど、扉が閉まって一旦戻ってきたんですよ。そしたらその時にまいまいさんがなるみさんをやってて、もう私と本田さんがすごい仲良く、めっちゃ棒立ちで、あってなって鼻息やばい。違くって、本田はいいですか、先に。今のゆいさんの発言の通りなんですけど、右に行こうとしたら閉まって、うん、あって思った瞬間に血がバーって飛んだんですよ、左側から。で完全にマイマイさんがその後、リアクターの方面に逃げてました。そう、本然絶対私って言うなら、やっぱりゆいさんと本田さんしかなくって、私目線は。私とじゃあ相方ってあゆみさんだとしたら、私あゆみさんに責任を持ってます。いや、ちょっとお願いします。はい、はい、最初のキルがあゆみさんで、次が、はい、あ、2票入ってる。2票入ってる。いや、もうすぐにローラーしないと、もう多分やばい、負けちゃうかも、ごめんなさい。ボタン押しましょう。はい。終わんないだと。終わんないだと？終わんないだと？え、じゃあ、あゆみさんは何だったんだ？あゆみさんは何だったんだ？え、待って、あゆみさんはちょっとこれガチで二度疑われちゃうじゃん。え、マジかよ。嘘だろ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、マジかよ。あゆみさん何だったんすか？あゆみさん何だったんすか？あゆみさん何だったの？終わんない。あゆみさんだったと、あゆみさんはもしかしたらただのガチ無実クルーだった可能性が高いです。かわいそうすぎる。まあそれだとすると僕が申し訳ないね。本田からいいですか。確かにゆいさんと本田で見つけたんですけど、だからその確実にゆいさんが白とは言えないんですけど、ただまいまいさんがあそこまでゆいさんが犯人だって言ったってことは、ゆいさん怪しかっただけど白なのかな。いや、まあここはまあマイマイじゃなかったケースを考えると、マイマイ視点ではユイさんがやったって言ってるので、はい、今日はユイさんを釣りましょう。やっぱ、はい、それで確実に1落ちるじゃないですか。そうですね、まあそう、どっちかが、はいはいはい、はい、で、まあどちらがインポスターだったとしても容疑者って結構絞られていて、うん、これは2人目の被害者下月さんの時かな。はいはい、富士さんが見つけてくれた時の死体なんですけど、はい、これに関してはスナパイが犯行不可能なことは証明されてて、うんうんうん、そうですね、
はい、でそっちの道を通ったっていう意味では一応風司さんがそこを通っている、うんうんうん、でユイさんとレッカさんがロアエンジンにいてその後行動分かれているっていうところですよね、はい、あと O2 中だったっていうのもありますねですねはい、うん、O2 でピカピカしてる時っていうそうです見つけたのが、はい、なので O2 を鳴っている時に風司さんがレポートをする意味ってあんまりないと思っているのでそうだとはい、はい、なのでユイさんまでは落とそうという感覚ですうんまあそうですね、まあ、マイさんが落ちたならそうですねユイさんもあじゃあ多分私スラレット棒で喋らせてもらってもいいですかはい、私たちマイマイさんはやってるところを現行犯で見たんで、うん、もう一匹誰かっていう話なんですけど、うんうんうん、そうなった時に、はい、あゆみさんあ一番最初のキルって、ひるきさん、はい、ひるきさん、ひるきさんのキルはまいまいさんができたかって言われると、はい、多分白証明をしてるのはスナパイさんなんですよね。だからスナパイさん、まいまいさんの二郎じゃなければできない。で、そこの二郎じゃなければできないけど、スナパイさんが狼だった場合はできたと思う。で、まいもスナパイを追うってことですね。そうでもし砂場さんが狼じゃなかった場合は別の狼が殺してたってなるってなった時に、まあ、私はその中で一番次の候補に上がるのが本田さんかなと思っていて、本田さんは私2人で見つけたんだけど、あのレポートしたのが私なのね。でもしかしたら本田さんとダブルキル狙ってたのかなっていうのが、その視点出てくるんだ。ちょっと釣りたくなくなってきたな。本田さんがダブルキルを、あまりにもね、マイマイさんがそう堂々と殺したから、本田さんにしよっかな。いやいや、やめた方がいいですよ。マジ今この人数でしょ。あーでも釣られちゃうな、もう。あ、だとしたらユイさんですよ、これ。スナパイさんか、ちょっと。いや、スナパイさんじゃないと思う。え、マジでちょっとわからない。私死にますけど頑張ってください。ミュートします。いや、これ難しいなぁ。ちょっと待って待って待って、わかんない。スナッパイさんなんじゃないか、これ。ちょっとスナッパイさんの手のひらで踊らされてる感じがするぞ。本田さん釣っちゃおうかなっていうさ、もう誰も信じられない。もう誰も信じられない。もう誰も信じられない。あゆみさん釣ったのもスナパイさんだしさ、ねえ、もう誰も信じられないよ。え、だってあゆみさんも人間だった。で、今本田さん釣って終わんないから本田さんも人間だったって考えると、やっぱスナパイさんでは、マイマイさんの白取れてたのはスナパイさんだし。いやー、そこかー、つらいな。待って、ボタン私押しちゃったんだよな、多分押してるもんね。あー、停電か。いやー、厳しいんごね。いやー、これ計らずもガチ感出てきたな。やばいよ、私のこのヘボヘボ宇宙人狼じゃスナパイさんを釣り切れるか。いや、なんか歩いてる人いる、怖いよ。心霊現象起きてる。なんか水色の幽霊が、下月さんが歩いてるよ、怖いよ。いやー、これ押せないんだよな私。いや、もうこれまずいな、どうしよう。でも私が殺された方がいいのか。え、ちょっと待って、あれ今レポート出たよね。あれ今レポート出たよね。ちょっと待って。はい、戻ってます。停電中で、あれ、廊下です、アドミン前の廊下です。レッカさんがどうですね。はい、アドミン前の廊下で、停電中だったんで、私何回か、はい、1回レポート光って、はい、あれってなって、何回かこうぐるぐるって回ったんですけど、でもめちゃめちゃ近くにいましたよね、はい、フージさん。僕、黄色封じ、スナパイさんの今、ところで、あれ直してますね。停電を。はい。スナパイさんは。で、配電盤の前にもっついて直して、ね、最中でした。はい。ちょっとその、正直、
死人的には停電中だったんでどっちかっていうのは無理なんですけど、はい、個人的に結論から言うとスナパイさんの方を怪んでいて、なぜかというと、結論から言うと私してマイマイさん狼インポスターだけは確実でも、あゆみさんも本田さんも人間だった、はい、でその2人をやっぱ釣る決め手になったのはスナパイさんだったと思うし、インポスターであるマイマイさんの最初のリアクターの白を証明したのはスナパイさんだったから、スナパイさんの方が私的には富士さんより怪しく見えてます。わかりました。富士さんに質問があって、富士さんは配電盤の前までたどり着いたんですか？はい、あ、はい。で、僕がすでにいたんですよね。そうですね、スナパイさんいました。だから僕聞いてると今ユイさんがセルフでやってるっていう風に見えちゃうんですよね。あ、そうです、ユイさん、はい。富士さん視点僕ないんです。私でも、え、待って、富士さんは誰がインポスターだったと思います？マイマンさんで間違いなく一連れてるっていう感覚にはならないですか？どう、いや僕だからあゆみさんかマイマイさんどっちかでプラスユイさんですよね。僕はユイさん結構長いこと、すいません、長いこと。本田さんもマイマイさんがやったのを見てるっていうことはちゃんと同意してくれてるんですよ、はい、はいはいはい。であればユイさんと本田さんの可能性があります。あ、そうですね、そうですね。本田さん、ま、最初アッパーエンジンを通ってリアクターにたどり着いた、その時にひろきさんを見てない本田さんが殺したっていう。だとしたら私と本田さんがマイマイさんが殺したっていう嘘を偽装していきなり釣り上げるのってめちゃくちゃ厳しくないですか？なんかその現場がその3人いてっていう状態になってるならばっていう風に見えちゃいましたね。3人いてなんか目撃情報がごちゃごちゃってなってるならっていうようなとことか。いや、はい、私と本田さんが割と第一声で前々さんが やってるっていうことを口裏合わせるのはさすがにインポスターとしても厳しいんじゃないかと思うんですけど、指さして富士さんは絶対ないんですか？絶対なくはないけど、でも明らかに今まで釣った人の、はい、が白だったということから考えるとスナパイさんなような気がする。だって本田さんがを釣りに、はい、決定したのって結局スナパイさんだと思うんですよ。なるほど。あ、マジか。いや、力不足で申し訳ない。マジか、うん、これで大丈夫かと。うん、はい、ありがとうございます。そっちか。強かった。すいません、お疲れ様でした。どうでした、ひるきさん？お疲れ様でした。いやいやいや、すごい。お疲れ様です。何だったんだよね。スナパイさん、スナパイさん、メンドメイドはメンドメイドは何だったんだ。ひるきさんが本当にアンラッキーだったのが、あそこあのメッドベイトの僕なんですよ。そうなんですよね。あゆみさんがそばをたっぷりって、ね、富士さんに私殺されて、しかもセルフレポートされました。なるほど。やって時間経って、あ、O2 つけたしついでに報告すっかつって悪いなと思って、はい、やらせていただきました。まあ最後ちょっと思ったんですよね。ユイさんが、はい、あの視界見えてるなら塗る相手決めるはずで、僕がいないの分かってるのに僕に塗らないんで、ちょっともしかしたらユイさん違うかもなっていう。言ってよ。でも私最後までユイさんかと思ってた。いや、なんか本田さん、あれもしかしてダブルキル狙ってたからあんなに堂々とマイマイさん殺したんかなって思っちゃったら、なんか分かんなくなっちゃって。いや、あれ結構私たちもう行きましたみたいな動きしたから殺したって感じ。ああ、もうあっち右抜けてったよみたいな、抜けてったよみたいな感じだったから。いや、あれじゃあ富士さんが殺したのかな、ひるきさんは。そうです。というか、うん、なるみさん以外僕ですね。めちゃくちゃ面白いですよ。マジか。富士さん一発目うまかったっすね。すごいな。うまかったですか。めっちゃリスキーなとこでやったけど白もらえたから強かったっすね。あれでスナパイさんが白見ちゃったから、もうその後強かったっすね。スナパイさんという、うん、あの強力な助
ケットが強人扱いされてるね。あったあったの言うとりしようと思って私から見たらスナパイさん強人でしたよ、だって違うって言ってんのに。いやすごいタイミングでエリアあのセキュリティ出ちゃったんですね、ほなら。うん。出た瞬間にメドベイ1ポンってついたんです、うん、はい。僕が入ると同時に出たって感じですね。そうだったんだよな。いやータイミングすごかったですね。あれも運が悪いですね。そう、あれはもう、あの、なんだろう、インポスターの運が良かったですね。運とスナパイさんに助けられました。あの時に富士山黙ってたんですよね、メドベイにいるの。はい、そうです。あのベドベイ誰かいましたった時に、これなんか名探偵いるなと思って。メドベイ誰かあのインポスターの人が黙ってるんじゃないですかねって言ったんだけど、コメントを拾ってもらえずに終わりました。いやー参りました参りました。いや着替え直し終わったら行きましょうか。あ、着替え直ししなきゃいけないんだ。あ、着替え直した方がいい。よろしく。はい。いや、私目線だとマイマイさんが今、あ、そう、マイマイさん肌かんぼですね、うん、大丈夫です。あ、本当だ。ふみさん、あれ僕殺した後どこ行ったんですか。いや、僕あのままリアクター行ったんですけど、あ、で下から来たって言ったんですね。リアクターに行くまでに誰も会わなかったんで、あ、もうじゃあ、うん、一か八かロワだって言ったら、あのなんかどんどん容疑者が増えてきました。ゆみさん絶対リアクターになったタイミング変なとこいるって変なとこいるって一番初めに私がちゃんとした情報を言えばよかった緊張して覚えてない逃げられなかったな、なんて言ったら助かったんだろうな、うん、私あでもなあれ一番最初の容疑者は結構絞れそうだったんだよな、くそ行きましょうか次ね。まさか。はい。このままで大丈夫か。レベル高え。はい。ありがとうございます。はい。はい。ありがとうございます。はい。え？大丈夫か？うわ、めっちゃ落ちたじゃん。戻ってきてください。落ちちゃった。はい。大丈夫です。またか。6人しかいない。ありがとうございます。残ってますか？6人。僕違います。クルーです。クルーです。クルーです。全員クルーですか、もしかして。あれ全員クルーか。そしたら あ違う、ちゃんといる。でも誰も誰なのか言ってくれない。怖い。あ、弁当が開いた。あ、弁当が開いた。あ、弁当にやった。なるみさんじゃん。いや、何も重かったんですか。まずアピールなんだ。さっきなんかあのオツはーいって言ったらなんかね、宣伝しちゃったって言われたから今回は言わずにいいよって思って。ちょっと部屋も作り直したいな。あ、はい、はい。やっぱり土日はすごく混み合ってるのかもしれませんね。ああ、なるほど。そうか。そうかそうか。じゃあ終了した方がいい。部屋、そうですね、終了していただいて、うん、終了し、あ、重たい。確かに重い、とても重い。コード戻ります。うん、一緒。はい、うん、おいしょ。あ、重たい。重たいですか。重たいですね。なんだこりゃ。重たい。なんだこれ。すごい重い。やばいぞ。なんだ。あ、書いちゃおうかな。ん？なにこれ。すごい。え、同じ部屋で。いくつですか？あ、新しい部屋です。今貼ってあります。はい。ちょっと、コード言えないので見てください。あ、そうか。そうですね。すいません。すごく重いぞ。なんだろう。ズボン変えた。あれ、大丈夫かな？大丈夫かな？これ。めちゃめちゃ重くなっちゃった。あ、画面がですか。あら、うん、なんかすごい途中で止まっちゃう。一回起動した方がいいかな。上のピングって値はどれぐらいになってます。82とか81とか。あれあれ、大丈夫かな。私113出ましたよ。あの180ぐらいまだ全然平気です。180。あ、じゃあ安心して。動くたびにやばい時は6000とか行くんで。あれ、なにこれ。でもなんかちょっと上がりましたね。今瞬間最大風速みたいなんで400ぐらいまで行きますけど。あれ、ちょっと待って、マウスが重いとかじゃない。あれ、ちょっと待って、まだマウスが物理。マウスが重い。まさかの鉄製に変わった。それは重い。単純に電池とか充電とか
あ、なるほど。あれ、ちょっと待って、なんか変なことしちゃった。あれ、ああいけるか。なんだろう、いけるかな。あ、なんかすごい重い。あれ、ちょっと、もし落ちたらごめんなさい。はい。なんだ、急に。なんか全然、あれ、ちょっと待った。これ、パソコン自体がすごいおかしくなったのかな。ほら。あれ。あ、ちょっと最悪再起も全然再起動してませんけど、すごいなんか準備されてる。こうかな、早く早くなりますようにと思って回転したら早くなるめちゃくちゃ食いそうだな CPU これキャラクターがもうカクカクしてるよね。ちょっとごめんなさい、すごいカクカクしてる。よいしょ。あ、ちょっと戻った。あ、ちょっと戻った。やったー。あ、いけるかな。よし、じゃあ行きましょうか。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。頑張れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ。おお、いけたじゃん。やるやん、ピング。ピングやるやんけ。ピングアドミン誰もいない。あ、いたいた。赤青が赤青水色。あれ、黄色いる。え、黄色いつからいた。黄色もいつからいた。なんかみんないっぱいいるけど、エレクトリーカルもういるじゃん。ってことはちゃっちゃか直してくれる。エレクトリーカル人いるだろうからタスクやりに行こう。青、黄色、赤。あー、ボタンを押してほしいな、そろそろ。緑、今誰か入ってたな。地図開いてて分かんなかった。赤、え、なんか人みんな生きてそうじゃない。どうなん、リアクターとかちょっと怪しいか。全然研究タスクならんの。タスクやった方がいいかな。うわ、え、マジかよ。あら、2人めっちゃ死んでる。え、あれ3人死んでますよ。本当だ、3人。 あ、 3人だ。あ、え、今誰が、あれ誰が、今誰がどこでどうしてどうなった、どうなってましたこれは、はあ、なるほど、はい、わかりました。え、エッカさんが、うん、が見つけたのは誰。あ、そう、私が見つけて、はい、私は多分このピックだったナビゲーション、はい、ピックナビゲーション、ナビゲーションでマイマイさんが多分死んでたのを見ました。右に情報いいですか。はい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 。で、右側に行ったのが、まずウェボにマイマイさんがタスクしてて、で、その後、なるみさんが入ってきて、あゆみさんと一緒に。で、うん、私、ホンダが、O2 直してました。そしたら、真横にあゆみさんつけてきて、うん、あ、うん、なんか嫌な予感がすると思って、うん、まあ、なんかさっきやってたんだろうなっていう気持ちも半分持ちながら、私はそこからすぐ逃げたんですね。うん、で、その時残ってたのは、まいまいさんとなるみさんです。はい。怪しい。黄色っぽいの。怪しいですね。でもいつ死んだかわかんないけど、はい、それは本当で、で、私その後メッドベイに行ったんですよ。メッドベイ、あ、カフェテリアの上のタスクやったかな。カフェテリアの上のタスクをやって、うんうん、メッドベイをやってました。で、メッドベイ出た時に確か私本田さんと一緒になったはず。え、っていうか最後はなんかずっとついてきてたから逃げてましたけど、うん、最後たまたま一緒だったの。方面に向かって一緒に走ってきましたよね、後ろから。 あれあれおかしいな
だと思って私はすぐ逃げました。おかしくてタスクがあったの。ふうじさんの情報を聞きたいですね。はい、はい、お願いします。はい、すいません、黄色ふうじです。僕意識的にちょっと誰かと一緒にいようと思って、うん、停電したあたりで、うん、エレクトリカルで、はい、レッカさん、ひるきさんと、はい、一緒に結構出して、うんうんうん、いました。トレージで一瞬ちょっと目離しましたけど、うんうんうん、そこまで一緒にいて、でストレージから動こうとした時に来たって感じですね。報告来たって感じですね。停電が鳴った時にエレクトリカルに、はい、黄緑赤いましたっけ。そうですね。で最後に黄色赤黄緑青いて、あゆみさんが割と遅れて入ってきてるんですよね。最後に、はい、だからでも治って停電開けてる後だったんで、うんうん、その間何してたのかなって気になるのもあるんですけど。確かにこの3人ってことはだいぶ早い段階でやってますもんね。停電中、あと停電中じゃない、停電した時にアドミンで、あごめんなさい、大丈夫です、どうしよう。あ、じゃあ落ちますか。あ、うん、落ちます。はい、お願いします。あ、間違えた。え、ごめん、違う。何を間違えた。間違えなかった、大丈夫です。はい、お願いします。いたします。あゆみさんがちょっと怪しいかな。あゆみさんが怪しいかな。レッカさんはさすがに行動割と一緒だったと思うんだけどな。てか初手アドミンで黄色はいなかった気がするんだよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんかすごいグレーなんでどうしたらいいんだろうなっていう感じですね。うん、他のちょっと場所を聞きたいです。最、うん、私最終アドミンにいました。アドミン、うん、アドミンでなんか誰がどこにいるかってやつを見てた時に訴訟集がかかったというか見つかったっていう。停電中はどこにいました。停電中はウェポンのタスクをやって、それがちょっと時間かかって、でそれを終わらせてから向かったんで、結局カフェテリアあたりで間に合わなかったですね、多分。レポンとかで誰かとすれ違いました。いや誰ともすれ違ってないと思います。初手レポンって初手じゃない。初手はいなくかった気がする。うん、初手じゃないです。うん、初手って島月さんどっち？初手ね、どこだっけな、ちょっと待って。初手は、初手はね、リアクターの方に行ったな。左側。うん、左側に行って、でその後戻ってきてウェポンやって、うん、でカフェテリア通ってアドミンに行ったみたいな感じですね。アドミン情報でちょっと聞いてもいいですか？リアクターのタスクやってた方います？そう、私もそれ気になってたんです。そのとあ最後ってこと？最後、いや最初の方ですね。最初の方は見てないです。あれ最後もなんか一人いた。最後も1ついてて、僕見に行く途中で。そう、最後の1はあゆみです。多分それは本田さんと一緒に逃げてる逃げてる。なんで逃げるの？いやで一緒になって、で私はリアクターに入ってて、本田さんその後ちょっとどっち行ったかわかんないですけど、うんうんうん、ちょうど真ん中のピポピポやってました。うんうんうん、ピポピポやる時間はなかったよ。終わってないです。終わってないです。本当に2段階目で止まってます。わかりました。はい、今怪しいのってどなたなんですか？個人的にはあゆみさんを怪しく見てるんですけど、最初なんか怪しいこれ。私は4人一緒にいたのを見てるので、その時に、はい、ウェポン側にいた4人のうちのマイマイさんがナビゲーションで死んでるってことは、うん、ウェポンの後に殺されてる匂いが高い、うん、そうするとあゆみさんしかいないんですよね、うん、なるみさん殺されてる。いやでも私 O2 終わってから O2 で一緒だったの多分本田さんだと思うんですけど、私さっきも言ったんですけど、私ウェポンに戻ってカフェテリアのでも見てないんで、それを見てる人はいますか？
いないけど、見てる人がいないからわかんないんですよ。本田さんと泉さん。でもその後私メトベでタスクやった時にメトベ出てから本田さんに会ってるから、そのほそのあたりにいたのは最後じゃないですか。でも最後でもあゆみさんと本田さんってメトベからリアクターまで一緒に行ってるんですよね。要するにその間には死体がないということですか。最後はそうですね、うん、だとしたら死体が結構残り2つ見つかってないのがありそうなのが右上だと思います、うん、もうちょい話します。ちょっと私押せないで、うん、話した方がいい。あ、じゃあ押しましょうか。はい、いやこれはタスク勝利むずいかもな。あ、富士さんもしてくれた。はい、ごめんなさい、待ってました。あ、うん、1個だけ先聞きたいのが、はい、はいはい、青ひるきさんは毎回左側にリアクターに走ってってるのは、リアクターのなんだっけ。あ、もうリアクター待機です。ただのサボタージュ待機。リアクター待機してる、1点張り。それだけ助かる。さっき言った時に、はい、リアクターにの真ん中にいらっしゃったんで、さっきの1個前の、はいはい、それだけってなったら、そうですね。ひろきさん情報だと、アドミンで、そうだ、電気消えた1回目の後ぐらいですかね、に、ストレージにいたのを見た気がします。はい。ストレージからアドミン行って、アドミン情報を見て、リアクターに1ついてて、もう一回、ちょっと時間を置いて、まあ2秒ぐらい置いて、もう一回見て、まだついてたんで、リアクター見に行ってる途中でなりました。うん、ただ僕は右側一切行ってないです。その時富士さんのストレージで見たような気がします、ね。結構見てるんですよね。ディフェンさんも電気が消えた瞬間ぐらいに、アドミンでバッタリしちゃって、殺されるかもと思って、カフェテリアをぐるぐるしたんです。全員的に。で、戻ってきたらずっとアドミンにいたんで、あ、白じゃんと思って。私の中ですいません、とりあえずこの停電の中では殺してないように見えるんですけど、どうなんだろう、はい、分かんない。ベントもあるんで、はい、ちょっとなんとも言えません。なんか最初にアドミンに、初手アドミンにいた人たちって結構動きが一緒だったような気がしてて、レッカさんとヒルキさんは割とその最初のキルが3体起きるまでの間、うん、動きがなんとなく目視できる範囲にいた気がするんですよ。そうですね。で、割と、アドミンからストレージエレクトリカルって人がいっぱいいたと思うんですよね。停電も何度か起きてたし。で、本田さんとあゆみさんがメドベイリアクター間を行き来してるんだったら、死体があるのってやっぱり右が非常に怪しいんじゃないかと思って、まあ、残り2人だし、1体だけリアクターにあるような気がしてるんですけど、そっか、気のせいですか。あゆみさんがまだ、でも最後1ついてたんですよね。いや、最後1ついてた。あ、そっか、最後は1ってことは、私最後1いたんでリアクターにはないと思います。完全にラストです。完全にラストじゃないんです。あ、完全にラストじゃないんだとしたら、そこに1ついてるのがなんか違和感ですね。それ逆にあゆみさんいなくてそこの位置もらってるっていうことありえます？ちょっとリアクター位置はあんまり当てにした方がいいかもしれないです。すいません。あ、ちょっとわかんないですね。タイミングがわかんないですけど、最後にその私がピポポポやりに行った時に、でも最後ですよね。結構ずっとついてたんですよ、リアクターが。あ、1が。そうなんです。私もアドミン見てた時にリアクターがずっと位置ついてたんで、リアクター見に行こうと思ったんです。それしたらあゆみさんが後ろからついてきたから逃げた。だったら2になるはずだから、あゆみさんが到着したタイミングで、うん、なんで結構怪しいですね。そこにあるかもしれないですね。そこにありそうな気はしますね、うん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 、じゃあ入れます、ごめんなさい。なんで？もう入れられてる。怪しいと思ってる。なんでだよ。またまた入れられない。僕も入れました。ふとしてください。え、これ危なくないか。私はです。実はあゆみさんも怪しいんだけど、下月さんも怪しいと思ってんだよね。いや、ごめんなさい、これね、はい、もう雑に釣られるの嫌なんだけど、これはなんとかしたいんですけど、ちょっとやっぱね、初手3キルはあまりにもちょっと怖
くて、会ってない人が多分やってる可能性が高いじゃないですか。それこそまとまってなかった人というか、そうそう、会ってないとかやってるんですよね。個人的には、はい、まあ、右に死体があるってちょっとオブラドに住んで言い方しましたけど、下月さんが一番怪しいんじゃないかなと思ってる。そうですね、本当ですか。は結構あの、まあ、私確かに誰あんまり会ってないかもしれないけど、アドミンにいた時には結構いろんな人と会った気がするんだよな。ゆいさんにも会った気がする。会いました。うん。アドミンいたのどれぐらいのタイミング？最終的にはアドミンに行ってて、でその前にも行ったかな？一回。なんか動きの動線がちょっと謎なんですよね、下野さんの。そのタスクをやる順番というか、なんか、ウェポンに戻ったみたいなのがちょっとよくわかんなくて、 あんまりなんだろう、その順番考えてなくて考えてはいないんですけど、そう、あのとりあえずアドミン情報はこまめに見ようっていうこうあの感じで見ながら、あ、じゃあちょっとあのとりあえずタスクやってまた戻ってきてみたいな感じだったんで、はい、私も聞いてもいいですか。うん、ちょっと本田さんと私メトベから出てきた時に会ってるんですけど、その前カフェテリア方面から来たじゃないですか、うん、本田さん、うんうんうん、それその前ってどこにいたんですか。アドミン、あ、まずカフェテリアぐるぐるして、その後アドミン情報を見て、でその後あのストレージ見に行って、あ、1残ってたんで死体かなと思って、そしたら、あ、ひるきさんでよかったって言ってまた上戻ってって、でリアクターに1個あったの気になるから、うん、カフェテリアからリアクター方面に向かっていこうとした時にあったんですよ、あゆみさんと。あー、なるほど。じゃあ、うんうんうん、それも右側は行ってないですね。あの最初初手だけで誰かに会ってますよ。アドミンではゆいさんと会ってますね。その時は下月さん一緒じゃないってことですね。下月さん、うん、でも本田さん見てるけど、あのもしかしたら地図開いてたからよく見えなかった可能性はあります、ね、うんうんうん。ちなみに本田さんがメドベイの出口ですか、あったの、あゆみさんと。ちょっと記憶ないんですけど、なんかついてきたなって感じはする。そのごたごたがあってから、レポートが鳴るまでどれぐらいかわかります。レポートが鳴るまでの間は本当そこダッシュしてるんで、うん、あの本当に 5秒とかあるかないかだと思います。だからさっきあのピコピコやってるっていうのがなんか、うん、ピコピコやってる、だってピコピコすぐだって、そう、いやちょっとリアクターの位置がついてずっとついてたのが気になりますね。で、あゆみさんがリアクターに位置いったっていうのが、下月さんもリアクターいってるのもちょっと気になっているので、うん、あ、いろんなとこなんですよね。なるほど、まあ、僕はとりあえずあゆみさん入れます。なんで、なんで嘘マジでつられるこれでまた違ったらどうしよう。あのちょっと待ってよ頑張ってください。これでまた無実の主催を2回目の無実主催釣りだったらどうしよう。こんなにもよくしてくれた感じを2回も無実の罪で釣ってたらどうしようっていう一抹の不安が私を襲う。こんなにもみんなのことを優しく迎えてくれた感じの、いやーでも私下月さんも怪しいんだよな。下月さんも正直怪しいんだよな。下月さんは私ファンだからさ、どうやって釣っていいか分かんないな。でも下月さんってやっぱどう聞いたって怪しいんだよな。でも本田さんも正直ちょっと怪しいんだよな。どうなんだろう。でもあゆみさんが来るの場合は本田さんは白だと思うんだよね。いやーむずいなー。今誰とすれ違った。私地図開いてて見えんかった。あ、本田さんだった。本田さんか。本田さんは白い気がする。お、O2、47360。やっぱり O2 誰もいないんじゃないの。やばいな。あー、やばい。おー、取れた。あ、下月さんが直してくれたの一人で。疑ってごめんのやつか、これは。
下月さん疑ってごめんですかな。下月さん疑っちゃったけど今一人で O2 を直してくれたんだね。これは疑っちゃってごめんのやつか。わからなくなってきたぞ。わからなくなってきたぞ。わからなくなってきたな。結構さ、初手3キロ受けるって相当だよな、マジで。てか、スナパイさんどこで見かけたみたいな話。あー、やっぱり島月さんじゃないか。島月さん島月さん、うーん、お通直したから油断しちゃったよ。島月さん、お通直してたから、今一人で直してたから油断しちゃった。もう島月さん、ちょっと待って、もう一人誰だ。あゆみさんか。あゆみさん、島月さんかな。いや、てか二浪残ってたらマジできついんだよな。私が今やられちゃったから盤面としてはこれ何人だ。あゆみさんインポスターだ。あれ、あゆみさんがインポスターじゃなかったら結構だぞ。てかボタンないのかこれ、厳しいな。私の死体誰か見つけてくんないかな。やばい、干からびちゃう私の死体。これ私の死体誰か見つけてお願い。あー、しょ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 。はい。あれ、あゆみ、あ、ごめんなさい、ひゅーいさんが、O2 が鳴ったタイミングで、はい、O2 が鳴る寸前に僕アドミンを見ていて、リアクターに位置がついていて気になっていましたが、そのタイミングで O2 が鳴ったんで、これは間違いないなと思って、リアクターを、うん、見に行ったところ、うん、あゆみさんの、あゆみさんじゃないや、誰だっけ、これ今、緑でしたっけ、ゆいさん、はい、うん、ゆいさん、ゆいさんの死体が、もう真ん中のあのピッポッパーのところで、転がってました。で、その時にカフェの方から行ったんですが、赤と、茶色の、うん、はい、が、追いかけっこしてました、ずっと。追いかけっこ、そう、怖がられてるだろうなって思って。すいません、ちょっと情報いいですか。きっと、その O2 が鳴る前に見た情報の前に、はい、ホンダがアドミンでリアクター位置ついてるの見て、向かってたんですよ。うんうん、はい、先に向かったんですけど、うんうんうん、後ろからレンガさんが追いかけたので、うんうん、これは死体封じられるかもしれないと思って風に逃げました。あのリアクター見てた、ません、すいません。そう、リアクター多分見てないです。私がそのセキュリティにずっといて、はい、下に行ったらローエンジン回ってエレクトリカーの方行こうと思ったら本田さんが来て、本田さんはおそらく違うだろうと信じて一人ぼっちが怖かったからずっと追っかけてたそのままそう、リアクターだったら、う、そうそう、回転してバックしてきたからそう、だから、はい、私たちはリアクターには入ってないですね。了解です。そのまま、はい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 、確定的なちょっと意見として、黄色封じ、はい、ずっと青、ひるきさんと一緒にいたんですよ。はい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 、ずっといて、もうなんならちょっともうその同じ場所のあれ助けやるってやつで一切多分リアクターとかで殺しに行く時間なかったと思うので、はい、そうですね。まあ最後なんでギリギリ、まあでもほぼ一緒にいたんで、最後の15秒ぐらいは一緒にいなかったですけど、でもそれぐらいで、あのアドミンでリアクターに人がいるなを確認したのも見ました。でただそれを、ね、だとしたらお二人はもう白でいいと思います。その時目から見ても白いです。で私もでもその時アドミンいなかったですっけ。アドミンで下月さんが確認したんですよ、リアクターに人いる、うんうん、僕と同じぐらいのタイミングで、うん、でも行かなかったんですよね、動いてなかったっての見ました。でなるほど、うん、はい、で O2 なった時も O2 の方にも来てなかったので、え、 O2 行きましたよ。最後ですよね。見ました、あの最後、うん、あの O2 に行ってたのは見ました。スナパイさんと私が見てます。はいはいはい、あ、もうすいません、うん、僕アドミンの方で作業してっていう感じですね、はい、ああ、なるほどなるほど。なんで僕から見ると結構下月さんがこう、ああ別コード取っちゃってるからではなく、なんか別の何か、うん、まあちょっと言うなれば人殺しを狙って動いてると。いやいや、でもエレクトリカル直したの私ですよ。あれ、あの確かに直してたのはそうだと思うんですけど、はい、なんか下月さんとレッカさんはまだどっちがと言いづらいです。私、あのとりあえずひるきさんと富士さんは白いのかな、はい、私の中ではミュートします。はい、
劣化さんカメラ見ててリアクターに入った下月さんの情報持ってるはずなんですが覚えてないんですかね。おそらく覚えてない。ありがとうございます。ありがとうございます。まあこの段階でサボタージュとかもなしでキルを狙わないってなると、あの、あゆみさんでほぼほぼ落ちてると思っていいのは大丈夫ですか、ね、あ、まずその1、はい、で、そうすると僕の中では下月さんと劣化さんなんですけど、かといって本田さんに別に僕白出しもできなくて、うん、本田さんの白材料があればもう下月さんと劣化さん注意するなりローラーするなりで終わると思うんですよね。へぇ、あそうただ本田さんをどうすれば白く見えるかなっていうのがあって、本田さんとあまりお会いしてないんですよね。うん、ナビゲーションは一緒にいましたけどね。なるほど。あ、そうですね、いらっしゃる、うん、3人で僕らいたんで、はい、はい、あの場面は確かに、でだかリアクターからも一番遠いとこで3人いたっていうのがあるのはありますね。でもどのタイミングで、まあでもその後結構時間があって、本田さんと劣化さん2人とも十字路までは行けてるんであれば、まあどっちもできるっちゃできる、時間的には。そうですね、なんでその本田さんと劣化さんがその戯れてる感じを見ると、戯れてる感じ、はい、下月さんはどちらにいらっしゃったんですか。すいません、宮田さん、はいはい、声が聞こえなかった。ですね、本田と劣化さんはその十字路で追いかけっこしてましたけど、その時は絶対にお互い殺してません。ただ、うん、劣化さんその前にリアクターで殺してる可能性はありますが、私は一番最初のスナパイさんの殺しが、ちょっと下月さん怪しいなっていうのはちょっと、うん、マジっすか。なるほど。拠点にリアクターに行った人が全然いなかったんで、ああ。ちょっとその、どうなってたのかがまだ見えてないので、ちょっと白出し。なるほど。私結構早く行ったんで、なんか、その後に誰か来たとしても見てないんですよね。うん、だから、そうだな。あ、でも初日、初日のリアクター最後怪しいって言ったアドミン情報であゆみさん釣ったじゃないですか。で、それで、うん、まあ、ゆみさん連れてるっていうのがほぼほぼ村の総意だとしたら、あの時、うん、下月さんだけなんですよね。あの初日に3キロ起きた時に浮いてる人が、あで右側にウェポンにいるっていうので、まあ右側に行ってはいるっていう証言もあるんで、うん、割と僕下月さん決め打ちでもいい。まあ、どうぞ言ってください。はい、マイマイさんをやったってことですか、じゃなくて。いや、スナパイさんじゃないかなと思ってます、私は。あ、そのリアクター、リアクターの死体はスナパイさんなんじゃないかなと思ってます。はあ、はあ、はあ、なるほど。間違いがないように入れときました。はい、ちょっと違ったらちょっと下月さんなんかアピールがあれば。はい、はい、今ってそのインポスターが2人いる状態なんですかね、多分。いや1人だと思います。1人だと思います。あゆみさんはインポスターだった、そっか、だと思います。富士さんなんか、あ、時間がないや。投票しましょう。やったー、終わりでしょう。これ違ったら怖いっすね。怖いっすね。はい、違ったらごめんなさい。違ったらごめんなさい、本当に。すみません、それは。いやー、ところとか言っちゃって。よかった。お疲れ様。ごめんよ、もう私議論で勝てないよ。いやー、これはひるきさんが素晴らしいですね。あ、褒めてもらった、ありがとう。コンプリート。素晴らしかった。いやもう、2人ともで死んでたのは、2人ともインポスターを追い詰めたのはひるきさんの、そうでしたね、推理でしたね。スナパイさん、あのひるきさんに白出しした俺どうすか。ついで素晴らしいですね。十分です。ありがとうございます。みんなスナパイさんに褒めてほしい。いや、惜しかったのは、劣化さんが、セキュリティでカメラずっと見てらっしゃったじゃないですか。で、その後、リアクターを出入りしている下月さんがカメラにしっかり映ってるんですけど、あー、なるほど。これは多分、その後、本田さんと会って、はい、追いかけっこしてるうちにおそらく忘れちゃったんじゃないかな。いや見てなかったんですけど、私さっきすげえ無駄なこと言いそうになったのは、一回ひるきさんと富士さんってリアクターから一緒に出てきた瞬間なかったです？ありました。そう、はい、そこだけ覚えてて、で、そう、そこだけ覚えてて、それ以外は逆に本当人が通らないからつまんないなって思いながら
飽きたなと思って見るのやめちゃったんですよ。楽しんでください最後まで。でもその場合のあゆみさんは合ってますよね。あゆみさん犯人。あゆみちゃんは合ってるよ。そうあゆみさん追い詰めたのは私です。そうです素晴らしい。おつでもあれ素晴らしい。ナビゲーション前の犯行が行われたのはあゆみさん、その通り。うん、すごい。私2人キルしたんですけど褒めてます。まあキルは良かったんですけど、その後シドロモドロでしたね、だいぶ。いや、着替え直ししてもらう。着替え直しします。難しいですよね。難しい。面白かった。結局、ね、スナパイさんはリアクター、あ、違う？どこでリアクターで死んでるよ。リアクターですよね。停電が起きたタイミングで死んでますね。そうですね。あの途中でピポパポ死に行ったって言ったじゃないですか、うん、でリアクター見たらめっちゃ上にスナパイさんの死体が私も実はあのウェポンの方行ったらまゆまゆさんの死体があってナビゲーションのあたりにあこれあゆみちんと思ってもう瞬殺でしたねあゆみさん皆さんが裸ですけど大丈夫ですかね。レッカさんが裸ですけど大丈夫ですか。あ、ヤコジさんはもともと裸ですか。あ、僕ははい、あの王冠だけ。王冠は見えてます。あ、服も着てるんですけどね。え？あ、全部着き直しした方がいいかも。愚か者には見えない服だそうで。だそうで、僕もね。それがやりたかったんでしょ。よっしゃ。はい。お願いします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 。なんとなく時間的にこれが最後な気がするな。私は無限にやりたいのだが、なんとなくこれが最後な気がしないでもないんごね。いやーさっきさ、早めに死んだからコメント見てたんだけど、コメントとツイッター見てたんだけど、あ私本当にね、オープニングのコメントにいて片桐さんに触れられなかったのが逆にガチファンっぽいみたいな、さっきね見つけてね、ハッシュタグかなんかで、その通りなんだよな。いやーだってさ、いやマジでこれさ、もう伝える機会ないのかな。なんかあの私とスタパイさんって、まあ、ちょくちょく話してるけど付き合いがめちゃめちゃ長くて14年ぐらい前に知り合ってるのね。でそれはなんで知り合ったかっていうと、あの人狼をネットでチャットで文字上でやるみたいなサーバーがあって、そこで一緒に遊んでたんだけど、その仲間だったんだよね。でそれどんなサーバーかっていうと、日暮らしと海猫のキャラになりきってロールプレイして人狼するっていうサーバーだったんですよ。でその2人がさ14年の時を経てさ、いまだに一緒に人狼してんのもやばいけどそこで片桐さんとこう一緒できてるっていう、なんかこう日暮らし海猫好きにとってはなんか割と奇跡みたいな瞬間じゃないって思っているんですよね。ちなみに私はね、日暮らし海猫結構片桐さんのいろんな楽曲参加されてますけど、あの月下のデュエリストっていう曲がめっちゃ好きで、カラオケとかでめちゃめちゃ歌うんですよね。だから本当ね、あの男性パートと女性パートみたいなの分かれてんだけど、なんか男性パートがその前原圭一で、女性パートがリュウグウレナみたいな。あはいはい、はい、はい、あスナパイさんが死んでる。スナパイさん、やっぱ面倒だからね、殺されちゃうでしょ。早いよ、早い、スナパイさん、どこで見てくれました？ナビゲーションですよね。え、ですよね。ですよね。ずっとアドミン情報でずっとついてた。あら、結構早かったのかな。え、でもナビゲーション割と直近私いましたよ。直近でもないけど。初手右に引退しとった。ラスト6秒、5、6秒は間違いなく1でした。ナビゲーション。こんな感じの皆さんが見てました。今の日向さん？
あ、僕ひるきです。はい、アドミン見てました。ひるきさんが見てたんですね。了解です。はい。本田さんとウェポンでやってましたよね。はい、ちょっと確認。本田さんとウェポン。本田、まず。O2 に行った時に O2 でタスクをやってる、最後の姿であろうスナパイさんがいましたでその後私と成美さんがあのあれウェポンのあの長いタスクロングタスクを見たんで、うんうんうん、成美さん絶対違います。ありがとうございます。私の目からもう見た目も真っ白ですはい、あのタイミングもバッチリちょうど終わったなって頃でした動いたのは一緒にあのアドミンの方向かってったんで絶対殺せてないです。はい、ありがとうございます、うんうんうん、はい、お互い白角できます。で2人でやってた時誰か下に行きませんでしたっけ。いや見えてないんですよねそこが。なんか私ちらっと見えた気がしたんですけどそれが何色だったかがちょっとなんかそれ結構後の方の話ですか。あの最初のウェポンでチュンチュンやってた時だったんで最初のあの高井さんが殺される直後ですね、はい、殺されたのは結構ギリギリっていうか発見最後の方。なるほど、あ最後の方なんだ。じゃあ犯人を見た可能性が高いっていう、ウェポンに私と本田さんが行った後ぐらいに多分やられてると思うんで割と直近だと思います。直近だとすると左の方にいたのは私ゆいさんとまいまいさんを見てま す、ね、私も左にいたけど私もそれを言おうと思って、セキュリティ近くです。近くです。ゆいさんとまいまいさんが左にいた、いた、はい、私もいました。で、下月さんもいた、うん、で、私となるみさん、本田となるみさんが白角、私たちお互いには一応その人狼かもしれないですけどしてるんで、はい、そうなると今残ってるの誰ですか。黄色、ひるきさん、藤さんと、はい、レッカさんかな、まあ、レッカさんかな、はい、見つけたんで、うん、情報としては、O2 が鳴らされた時かなに、はい、あゆみさんと下の通路で一緒に行動して最終地点がセキュリティ近くのまいまい、ピンクなんですけどそこから右側に抜けていったあゆみさんを見てるんです。はい、はい、そうです。ちょっと呼びますだけです。お願いします、はい、お願いします。お願いします。ふぅ、見渡します。できるかな。あ、リアクターになっちゃった。結構時間長かったからな。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。で、はい、で今浮いているのがあゆみさんとひるきさんとれっかさんとふうじさんで、うん、はい、この4人の場所、はい、最終位置。いいですよ先にふうじさん。はい、ありがとうございます。はい、さっきの1個前のれっかさんの報告の最その直前はエレクトリカルいました。エレクトリカル、はい。であと1個あのあんま意味ない情報かもしれないですけど、あのリアクターめっちゃギリギリだった回あったじゃないですか。はいはいはい、一番最初の回だったら、はい、あん時に僕ナビゲーションらへんいて、はい、でゆいさんと、うん、あの僕も行かないで作業しようと思って、はい、したらゆいさんも同じ多分ことしてたかなっていう感じなんですよね。右側にいて、はい、だけです。はい、で行かれました。で結局やべってなってこれ終わんないんじゃないかって、うんうん、ストレージの左ぐらいまで走ったら終わったって感じですね。ストレージの左、うんうん、はい、はい、ありがとうございます。はい、ヒルキアドミンをかなり長い時間見ていて、そこからストレージ、コミュニケーションシールドの方に行こうとしたらストレージかコミューローかぐらいですかね。でなったって感じですね。でもアドミンにいるとき結構見てもらってる人が多分いると思うんで、で出てってるんでベントの線もないっていうのも誰でしたっけ。でも全然あ見てます。3人ぐらいいた気がするんですよねアドミンに。うんうん、その時かどうかちょっとわかんないですけど、でもアドミン情報があるんでとりあえず助かってます、うん、やってたので、うん、はい、いたと思います。最初だけ、うん、サボテンの順番確認したいですけど、はい、リアクターなって停電の O2、うん、リアクターの O2 でしたっけ、うん、はい、リアクター
リアクター停電 O2 か。リアクター停電 O2。で、O2 の、O2 を最後に、一人で、あの、O2 の部屋でやってたのは、スナパイさんっていうのは見てます。とりあえず、サネコの。なるほど。だとすると、はい、ちなみになんですけど、あゆみさんって、ひるきさんを見てないですか？コミュニケーションツールの最終位置のひるきさんとはすれ違ってない？私がストレージの通路で実際右側に抜けているあゆみさんを認識していて、うん、このお二人があの目撃はしてないですか？お互いに。どこにいらっしゃったんですか？ストレージとシールドの間の通路ってことですよね。あ、そうです、そうです。その今おっしゃる、うん、O2 なった時ですよね、それ確か。多分そうです。そうですよね。多分ひろきさんが言ったのって、うん、あ、僕は O2 後ですよ、後です。そうですね、後の話なんで、はい、すれ違ってないですね。O2 鳴らし、鳴った時に、だからストレージから行こうと思ったんですけど、途中で終わったんで引き返してるんですよ。それ見てるの、でも私、うん、確かに。もう一回呼びますか？もう一回呼びますか？呼びましょうか。どうなんだろう、でもボタン。ミュートします。あゆみさんを釣るつもりだったらボタン使っていいと思うんだけど、釣るつもりがなかったんだったら、ないんだったらちょっとボタン大事にした方がいいような気もしなくもないかな。どうでしょう、あゆみさんを釣るんだったらって思っちゃったけど、どうなんだろう。はい、呼びました。ありがとうございます。あの、もう最後の情報だけ欲しいなって本田は思ってて、うんうん、なぜかというと、スナパイさんが生きてたところを見てんですよ、O2 で。うん、結構ギリまで生きてたってことですよね。そうなんです。さっき言ってたんですよ。うん、で、その O2 の、あの、その多分、直したのがスナパイさんだってお話さっきされてた。うん、してた。その直した後に左にある多分落ち葉をやってたんですよ。うん、それを見ました。うん、はい、で、それを見て、はい、ウェポンを、なるみさんと一緒に直している間に殺されてるんだと思う。はい、ああ、はい、なるほど。で、それが、まあ、その、誰なのかなので、最後、うん、この4人、あら、いや、4人でしたっけ？うん。大体。最終位置、さっき言ったように、マイマイ、ユイさん、下月さんは、セキュリティとリアクターの十字路にいました。はい、多分4人、さっき話題に上がった4人の。だから、あゆみちんと、ひるきさんと、れっかさんと、ふうじさんの4人の、はいはい、最終位置だけ、とりあえず知りたいです。はい、僕はエレクトリカルの上の方のに、今4つぐらいタスクあるんで、それやってるってとこですね。はい、ストレージ、コミュー通路ぐらいです。ストレージ、コミュー通路。ひるきさん、うんうん、で、はい、あゆみさんが、ストレージ下のゴミ捨て。ストレージ下のゴミ捨て。で、りっかさんが、ストレージとタンクやった後、上に、わーって、右から上に回っていく道中で、ナビゲーションで、スナパイさんを見つけました。呼んだんだ。そうですね。そう、呼んだ。呼んだ。れっかさんですね。れっかさんは誰ともすれ違ってない。うん、その上がる時に直近は、そうだね、直近は誰とも会ってないかな。ストレージにそれだけめっちゃ人がいるけど、あ、でも劣化さんは多分早いんで、時系列的に僕らより、僕とかあゆみさんより、うん、先にナビゲーションについてるから、うんうん、じゃあもう左にいた人たちまず除外して、はい、うんうんうん、1日目に関しては、うん、そうすると残るのが青、赤、緑、黄色。黄色。うん。で、これ。ただ、あゆみさんは僕を、ああ、まあ、そっか、でも僕があゆみさん見てないですね。私が多分先に抜けちゃって、下に行った後なんだと思います、その人。お互いに、なんか白カップできる情報ありませんか、誰かに。すれ違ってればよかったな。うん、めちゃくちゃ単独行動してました。ああ、なるほど。ちょっとわかんないな。うん、まあ、一応でも、その O2 最後にやったのが、スナパイさんだったっていう情報は出せます。うん、それぐらいです。ってことは O2 には行って
てたってことですよね。O2、確かその時ストレージにいて、O2 の、オキシジェンピコピコ行ったから、まあ、アドミンなんか人いたから、O2 行こうと思ってっていうとこですね。あれエレクトリカルに行ったんじゃなかったですか？それは違うか。その後もそのままエレクトリカルに向かったって。エレクトリカルに向かったってこと、はい、ああ、そうか。だからちょっとそこが難しいですね、白が。そこ合ってないですよね。誰も合ってないのか。で、デッカさんと合いそうな気がしますね。どっちかが、なんとも。と思います。はい、今のおかしいですもんね。うん、ちょっと不思議だな。見えとします。いや、これ難しいな。やっぱそうだよね。洗っても結局釣りには至れない気はしていたけど、でも押してもらってよかった気はしますね。情報が整理ができたので。あ、もう一回行く。どんどん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ばっかりで、とりあえず せめて今これ最後で話を、うん、なんとなく炙りません、うん、はい、うん、今レッカさんと藤さんが打てる感じでもありますけど、あゆみさんとヒールキーさんの白もまだ出てないので、そこは、うん、そうですね、死人は出来てないです。ただ僕アドミン見てた時、アドミンで僕が見てたのを確認してる方いらっしゃらないんですよね。いたらもう特に白ですもんね。ないですね。うん、誰が見てたかはわかんないですか、ヒールキーさん。ん、どういうことですか。誰とすれ違ってか、誰がアドミンに入ってきたか、うんうん、それが全然記憶がなくて、もうナビゲーション1で死体がある、これはと思って、もうそれに頭いっぱいになっちゃって。あ、でも確か、前もあ、でも違うか、ナビゲーション1はアドミン情報が先じゃないです。なんでもないです、ごめんなさい。あ、ちょっと気になる。はいはい、あ、どうぞどうぞ。マイマイなんですけど、ヒルキさんがアドミン情報を見てて、後でヒルキさんが疑われる理由って、アドミンを見ててから、目視されてないコミュニケーションが最終位置って言ってることだと思うんですけど、うん、コミュニケーションまではいけてないですね。ごめんなさい、コミュニケーションとの通路が最終位置っておっしゃってたじゃないですか、アドミンを見てから、ね、はい、はい、うんうん、そこの通路どういうふうに行かれてます。ストレージから行ったんでしたっけ。ストレージです。右、ストレージの右、うんうん、もう壁自体です。で、はい、なるほど。その時系列とあゆみさんがストレージに最終日いた時間は違うということですよね。か、見えてないかじゃないですか。見えてない、はい、下すぎて上回り、そうですよね。ストレージをお互い上回りで行ったんだとしたら、さすがにすれ違ってないわけがないので、完全にそこの2人の焦点が食い違ってるって言える、ね、うんうん、私もそう思うんですよね。2人とも見落としてるか。あとはさっきのリッカさんと藤さんがすれ違ってないのがなんか変な気がしますね。そこなんですよ。わかる。リッカさん、シールドの真上らへんで、あ、そう、その辺で一瞬ぐるぐる回りましたね。そこで、うん、今この人なんかやろうとしてるみたいなのを見た気がしますよ。いや、もう全部で、いや、もう私はもう怖いから誰かと一緒にいたいなって思っていつも誰かの追いかけっこして、確か別れて僕そのままシールドのあの一番下のところのタスク行ったんですよ、はいはいはい、っていうのが、それが確かその O2 でスナパイさんが直したなを見た後だったと思います。だから、はい、ものすごい、あ、その後シールドで、あ、分かんなくなっちゃったと思って寂しいからストレージに行って、でストレージのタンクやって、もう一回同じ道を回って戻っていく途中でナビゲーションで見つけたかな。だから富士山と追いかけっこしたのはちょっと前なんですよね。なるみさん白なんですか。なるみさん本当に隠し白でよろしい。なるみさん白です、絶対白です、はい、本田から言うのもあれです、ね、の白です、はい、かしこまりました。はい、ありがとうございます。白です。ミュートします。はい、せめてペアコードを提示したかったな。ちょっと最後喋る隙なかったな。4人だったから容疑者が 2-2 でペアにした方が良かったけど、さすがにな、私ボタンちょっと使いすぎてる気がするんだよね。で、まあペアの組み合わせか、そうだな、1,2,3、お、押した。はい、めっちゃボタンがなくなる。めっちゃボタンなくなってきますね。怖い怖い。あの
レッカさん何されてました今、うん、なう、はい、今、あ、私ですか、はい、アドミンを見てました。アドミン、え、アドミン見てなくないですか、うん、え、アドミンってあのアドミンの部屋のこのテーブルの左側のやつですよね。はい、うん、うん、それ見てました。今リアクターになりましたよね、サボタージュ。うん、で、うん、アドミンの O2 を直す位置で2、3秒たたずんでたのは何だったんですかね。白角ですか。それ間違えた。よくは分かっ、うん。フェイクタスクに僕は見えちゃったんですけど。あ、まあ、あれですよ、要するにタスクのない位置にいたから。うん、あー、そういうことか。で、かつリアクターが鳴っているにもかかわらず、緊急タスクを別の、なるほど、はい、場所で。なんかあれですよね、レッカさんってスナパイさんのナビゲーションの第一発見者で、うん、今浮いてるのがひるきさんとレッカさんで、なんかどっちかに絶対インポスター絶対いる気がしちゃう。もうローラーしましょう、これ。お、いや、そうです、僕先でもいいです、なんなら全然。いや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 、ヒルキさんは先じゃないです。あ、全然なんかわかんない。そのすいません、本当にこうなんだろう、うんうん、メタなこと言うの微妙だなとは思うんですけど、よく分かってないとこがあるんで、なんかこう調べ物しながら見てるだけなんですけど、でも怪しいなって思われたらもう全然主催フォローすると今日2回目です。例えばリアクターだと思ったのかなって。今じゃあ僕とレッカさんペアします。ペアの方がいいと思います。ちなみにレッカさんとペアだったら、もう2人もペアってどうですか。あゆみさんと、ああ、いいかもいいかも。あ、僕と、あ、そうか、ちょっといいかもいいかも。すごい、いいね、素晴らしい、いい、いいですね。いいんですけど、個人的にちょっとなんかゆいさんの行動が引っかかってて、ゆいさんについていこうかなと思ってたところだったんですけど。まず私でも左側なんで、スナパイさん級に関して言うと多分無理だと。とりあえず浮き市のレッカさんとフージさんの方が多分、うん、あ、了解。僕と私、あゆみちんが、あゆみちんと、確かにした、はい、一緒に、僕がレッカさんと、じゃあ、はい、うんうん、ありがとうございます、はい、はい、お願いします、じゃあお願いします、よろしくお願いします、はい、はい、あ、レッカさん先、あのなんかついてきますんで、タスクバンバンやっていいですよ、ごめん、ついていけなくて、まだ、あ、そうかそうかそうか、あ、じゃあ、ついてきた方がいいかもしれないですよ、順番、なるほどですね、うんうんうん。第1回もレッカさんすぐ2回とも殺されたんで、もしかしたら守ってあげた方がいいかもしれない。わかりました、僕がナイトになります。僕どうすればいいんだ。あ、ボタン、あ、よかった、深刻にボタンが少ないので割とガチめにボタンが少ないので、これペア行動で何かしらの異変が起きた時とかにどうやって伝えるかなんだよね。実はその話するとちょっとやばいかなと思って言わなかったけど、ペア提案まではさすがにここまでボタン消費しちゃってるし、ペア提案まではさすがにするべきだと思ったんだよ。ただペアになった時にこいつ相方怪しいぞとか、なんか異変が起きた時に、まあ、今みたいにね、あの片桐さんなんかタスクない位置いましたねみたいな、そういうのがあった時にボタンないんだよな。もうその異変を主張する、それ手段がね今限りなくないに等しいんだよね。それどうなんだ問題があるんだが、自分はボタン残ってるんだけど、これ押しどころ超難しいな。本当にかなりのペースでボタンが押されているので、タスクベース的にどうなんだろう。みんな、本田さん、コミュニケーション1ってなんだろうな。何もないといいな。あ、よかった。下月さん、なんか、やっぱ超おかしなところにいませんか？大丈夫か？
まあいいか。下月さん、下月さんなんかちょっと怖いだやっぱり。下月さん怖くないか。下月さん怖くないか。下月さん怖くないか。なんか今コミュニケーションで絶妙な位置にいたけど、絶妙な位置にいたな下月さん今。めちゃめちゃ怖かったの今。殺されるかと思ったな普通に。下月さんコミュニケーションのすごいタスクない位置に佇んでたの超怖かったんだが、果たして、いやでも1球目に関して言うと下月さんは確か安全な位置だったはず。でもなんかやっぱして下月さんなんかタスクしてる動きじゃないんだよな。なんか人追っかけてるように見えるんだよね。大丈夫かな。右側に今下月さんともう一人いたけど、はい、まいさん、うーん、右側下いないと思う。みんないるね。1,2,3,8 いたね今。8いて私入れて9でしょ。ボタン押して大丈夫だこれ。はい、はい、はい、もうずっとあゆみさんと一緒にいました。はい、はい、はい、で何も起きてないです。はい、起きてないですね。僕も劣化さんにあの散歩後ろを下がって歩く素敵な女性でした。劣化さんに冬かしいな。守っていただきました。お姫様や。あ、特にごめんなさい、なんか異変はないんですけど、はい、今アドミン見ててリアクターが8になったんで、あ、全員生きてるなと思ってちょっとキルクール、うん、あ、ナイスボタンです。ゆいさん絶対信じたい。すごい、信じてください。あとなんかひるきさん、あのカフェテリアの前でなんかボタンを押してほしそうに踊ってたんで、はい、もう私横で私ボタンないのって踊ってた。あれはそういう踊りだったんですね。違かった。なんか、はい、なんか犯人を見つけたのかと思ってた。特にそういうことではない。あのもう全員の動きがある程度結構見えてたんで、誰かそろそろ頃合いかなと思って。うん、ああなるほど。なるほど。あでも強いて言うと下月さんの動きは若干謎でした。本当。あのたまになんかすごいあの壮絶なオーラを身にまとめてた。壮絶なオーラ。なんかこうオーラってわかるんですか。仁王立ちしてる感じの時がたまにあるんですよね。何色ですかオーラ。なぜそこで立っているみたいな。これ赤色じゃなかったですかそのオーラ。いやなんか下月さんのこうそれ絶妙なところで立ちはだかっているのがちょっと気になってたんですけど、でも下月さんはあのあれですね、 O2 とかあった時にすぐアドミン、うん、私 O2 2回一番最初に止めてますね、はい、見ました。なんか常にその鳴った時にアドミンにいるんで、なんかそのアドミンにいた時に O2 が鳴るから、あすぐ行けんじゃんっつって。あどうぞ。あ全然前々、うん、あのケルクールとかあんま分からない、時間計算できてなかったんですけど、ここで平和が起きてるってことはやっぱり組み合わせにインポスターがいるんじゃないかなって思っちゃって、うんうん、なるほど、めちゃタスク頑張ろうって思いました。はい、はい、タスクがちに行きたいです。まだ終わってないけどもうすぐです。一つだけいいですか。はい、どうぞ。はい、今の発言であの下月さんアドミン直したって言ったじゃないですか。うん、言った言った、はい、それって一人だったんですか。一人だった。直したのはでもその後に何人か来てくれてるけど、一番最初に直してます。それって直してるところ誰が来ました、見ましたよ。ね、下月さんの目線から、いやなんでかっていうと私と富士さん、うん、多分アドミ入ってないですよ。ギリギリ入ってちょいに入って僕も入ったぐらいなんですけど、で私下月さん見えてないんですね、うん、それが広いのかと思って今ちょっと
いやあ、どうだろう。ああ、いや、僕、ギリギリ見えたんですけど、前の方で。あ、でも、ああ、そうだ、鈴木さんから見えてたってことですか。はい。私から見えてないですね。遠かったんで、入り口から見えるかなと思って。ペアは結構効いてる風なので。今のペアの効いてる。とりあえず、はい。うん。わかりました。頑張りましょう。終わるんで。な、あの、ボタンない人はいるので、押してください。はい。ミュートします。むしろ一人残ってるか残ってないかレベルな気がする。どうしようかな。どっかのペアに一緒にいようかな。富士さんはちょっと怪しいね、正直。下月さんは私がビビってただけな気がしてきた。から富士さん、あゆみさんペアにくっついていこうかな。ああ、これ私が直した方がいいな、多分。よし、私はタスク終わった身なので積極的にサボタージュを直していきたい。ペア効いてる感あるよね。なんかペア割と作戦としては、お、停電だね。こんなに停電の近くにいるときに停電してくるってことは、こっちのペアどうなんだ、わからんな。もしかしてペアにいちいちいるか、ペアにいちいちいる説割と濃厚か。ペアにいちいちいる説濃厚な気がしてきたな。ペアで1インポスターが絞られてるだけじゃなくて、それぞれのペアにいちいちいる説ありますね。おっと、こんなに固まってるとちょっと怖いね。ドサキルされそう。待って待って、こんなに人いんのにリアクターになるってことは、こっちにいないペアってど、赤とおる？おお、やったー、ナイスビクトリー。タスク勝ち、タスク勝ちだー。あゆみさん、あゆみさんか、やっぱりごめんなさい。やっぱりあゆみさん、やったやったー。すいません、もう私がね、めっちゃ役立たずで。いや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 、レッカさんって最初キルした時ってウェポン側から通りませんでした？そもそもは私は切る私です。うん、私だからそうなんだ。嘘偽りなく村人ムーブしてたんですよ。でもなるほど、どうしようってなっちゃって。あれ見つけなくていいんですよ。そうなんだ。後ろでチラッとなんか動いたように見えたんですよ。で、それでこれは私が何もしないと疑われるのかなって思っておっしゃったんですよ。確かに、まあ、もし味方だと、あ、味方がクルーだったとしたら絶対押した方がいいですし、うん、申し訳ない、もう本当に。私最後ちょっと歩みたんかなって思って。いや、絶対歩みさんですよ。絶対歩みさんなんですけど、いやもう全然スナパイさん以外生還するという、対象、いやもう本当に申し訳ない。一生ラジオやってましたよ。副音声やっていただいてました。あの途中からは、頑張れレカさん、どこでキルするんだ、あーヒーさん離れた、やっとストレージになったのに、あーストレージに中しても誰も来ない、エレクトリカルにも誰もいないし、メタルにも誰もいないよ、どうする、どうする、リアクターを鳴らした、残念、左に全員いると、コミュニケーションの中にも誰もいない、コミュニケーションの中にも誰もいない、終わったーって今競馬実況やってました。最終ミニに行こう。でもいやなんかそうだから困ったなって思って、すいません、あまりに持ちぶさただったもんで。いいんです、あゆみさんごめんなさい、本当役立たず、全然全然、あ、泣いちゃった。2回目なんですよね、2回目。今日、いやいやいや、インポスター難しいです。めっちゃ怖いな、インポスター。めっちゃ怖い。レッカさん、ちなみにあの
あれ間違えましたよね、やっぱリアクターとオーツ。いや、あれは本当に分かんなくて、とりあえず端っこに行っただけ。ああ、だから。だから、本当にその、うん、反省させられてる人みたいになってて。そう、あの端っこの方でこうやって見たような気がします。おそらく壁を舐めておられたと。ナイフ、ナイフ渡されたけど。いや、目の丸ることさえ許されない。怖いよ。怖いよ。インポスターやだよ。安心しとくかね、ということで名残惜しいですが参戦終わりまして、はい、順に今日の感想とかを聞いていきたいなと思っておりますが、皆さん、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、はい、あっという間ですな。あっという間ですね。あっという間ですな。上から行きます、うん、歩みです。いやー、最後の何にもできなさ。悩みすぎて、あのナビゲーションで15秒ぐらいあのタスクやってるふりしてましたもんね。ナビゲーションでもうこれどうしようかな。いや、なんか左右あるから左右やってるふりをしながら。なるほど、なるほど。これどうやって今ポンって言いました、なんか。缶ビール置いた音しましたね。あ、私がマイク触れちゃった音。ああ。だ、残り9人ってどうやってキルしようと思って。そう、いや難しい、難しい、難しい。いや、もうちょっとパス、最後の難しかったっすね。難しかったですね、うん、あれキル劣化さんですよね、うん、あれ、うん、ラビゲーションのキル、あ、最後はあ、歩みです。いや、じゃあ劣化さん、私はあの帰り中も浴びてない赤色ですね。一人もやってない。綺麗な赤色。白い、綺麗な赤色。あれが2つともペアに入っちゃったのが痛かったっすね。そう、うん、そうだね。うん、確かに。そうなんですよ。もう富士山を切り捨てて、あの順番に殺していく計画も立てたんですよ。うん、終わってたんですよ。シリアルキラー。そう、終わってたから多分これもバラバラにならないなと思って、うん、もうあとできるのは雑キルかなと思って、うん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 、雑キルするにももうこれ雑キルしても私釣られるなと思って、うんうん、みんなペアまで落とし込んだのは強かったよな。そうなんですよね、うん、いやー、本当僕しか死んでないのにみんなあのお証拠をあげに来てくれるのか、M1 選手ボタンすごい了承です。すごい美味しかったんですけどね、インポスターからするとね、うんうんうん、いやー悔しかった、何にもできなかったなという感想でした。楽しかったです、ありがとうございます。、はい、ありがとうございます。今告知をちらっとだけさせてください。はい、明日もアマングアスをやります。おー、実況者と声優と歌手と絵師、2021年宇宙の旅というタイトルで、いいの。そう、あゆみチームとピカクロスさんチームと分かれて、ちょっと5対5で集めてみました。私の方が、あゆみと声優、声優歌手のメンバーで、中井美月ちゃん、中村あさみちゃん、あさみほとりちゃん、そして絵師枠でゆずなひよ先生を呼んでます。でピカクロス先生じゃない、ピカクロスさん枠でハイブリさん、リクさん、オラフくんさん、トータスさんと、ピカさんということで、明日10人で楽しいワイワイ宇宙の旅に行ってきようこようと思いますので、明日もよかったら見てください。よろしくお願いいたします。以上です。今日はありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ続きまして、大活躍でしたね、ひるきさん。いやいやいや、あの本当に普段 なかなかあの脳筋な業界にいるんで、こういうあの皆さん本当にお話も上手で、あの和気あいあいとできたのですごく楽しめました。本当にありがとうございました。あの本当に初めての、こういうところだったので、もう大緊張、手汗もうダクダクだったんですけれども、すごく楽しめました。あのスナパイさんに褒めてもらうということを目標も達成できたので大満足であります。告知をさせていただけるのであれば、今バスケットのプロリーグっていうのは B リーグっていうのがありまして、はい、そこで、去年までは僕はバリバリプレーしてたんですけど、今は、ひょんな流れからちょっと実は監督業というところで監督をしているんですが、はい、岡山県にあるトライフープ岡山というチームの、まあ、監督、兼ゼネラルマネージャーというのをさせていただいておりますので、まあ、全国でいろいろな、場所各地で試合をしているので、もしバスケット、好きだよ、興味があるよっていう方は、なんか
試合に来ていただいたり、まあ、ぼそっとつぶやいてみたりとかしていただけたら、あとは、まあ、せっかく知り合った流れですので、僕も長く業界にいますので、もしチケットが、入手困難であるとかっていうことがあれば、相談していただければお力になれることはあるかと思います。素晴らしい。はい、ぜひなんかこういうネット界隈の非常に楽しいので、また何かお呼ばれ、させていただけるならぜひさせていただきたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして続きまして、片桐さん。はい、すいませんでした。今日は生き残れましたね。生き残ったはいいけど、ちょっと反省点がいっぱいまずリアル初心者ムーブから抜けられるように、これからも精進してまいりたいと思いますので頑張ります。すごいでも楽しかった。いいポスターだったんですけど、なんかひるきさんに守られてるなって思うと謎の安心感があって、あゆみさんごめんねって思いながらずっとくっついてダンスしてました。獲物に対して信頼感を、そういや最後こうなったらもうできるだけみんなを殺すんだって思ったら、右側に一人がいて、あ、誰も周りにいないって言ってオロオロしてたっていう、すごく悲しい。はい、またお呼ばれしてもらえるように頑張ろうと思います。告知をじゃあさせていただきたいんですが、はい、3月の7日日曜日の、15時から17時だったかなに、YouTube で配信ライブをやります。演者さん、ピアノの人と、ドラムパーカスの人が来て、一緒にやるっていう配信で、ちょっと豪華なので、ぜひ見に来ていただきたくって、で、一部は、フリーの配信で、曲をみんなでも誰でも聴けるようにしていて、うん、2部はメンバーシップ制度をうち取り入れてるんですけど、それに入っていただくことでライブが見られる、かつ過去のライブのアーカイブも見れるみたいな、そんなシステムで今配信をやっていますので、ぜひその前半の一部だけでも結構ですので、見に来ていただけたら嬉しいなというところであります。で、ちなみにこの配信、このアマガスが終わった後ちょっとしたお知らせもあるので、もしよかったら見に来てほしいなというところで、私からは以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、なるみさん。はい、もうこれ生放送自体がね、本当に初めてだったので、なかなか会話の輪の中に入っていけなかったことがすごい悔やまれたなっていう感じだったので、入ってましたけどね。いや、本当ですか。じゃあよかった。またよろしければこういうね、アマンガスでも何でも読んでいただけたら、一緒に遊ばせていただけたら嬉しいなと思ってます。はい、でそうですね、YouTube のチャンネルを今月ほんと作ったばっかりなんで、まだ、うんうん、なのでよろしければ見てくださってる方で心の広い方がいらっしゃったら、よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいなと思っております。はい、本当に今日は皆さんありがとうございました。すごい楽しかったです。はい、ありがとうございます。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 はい、続きまして、なんか何か泣いてる。あ、ごめんなさい、うちの犬が。ワンちゃんのターンも。使い魔が。いいですか、僕言っちゃったんですが。ありがとうございます。はい。はい、吉本興業所属の裏切り巻きコング富士です。今回は運よく最初インポスター、クルメイト2回どれも生き残ることができたので、はい、素晴らしいです。本当に、いや、運がよくできたんですけど、まあ、僕芸人ギルドというユニットを芸人たちで組んでまして、その中の芸人たちの中では本当僕一番人狼下手くそなので、その芸人ギルドは嘘、なすりつけ、落とし入れ、はい、まだまだそうですね、ちょっと忖度なしの、はい、ちょっと本当に嫌な人間がいっぱいいるという芸人ゲームの、ね、ユニットがありますので、はい、ぜひそちらの方でいろんなゲームやってますので、ちょっと検索していただければと思います。はい、はい、で、この宇宙人狼の方も、異業種宇宙人狼も2回目出させていただいたんですけども、
もう前回は本当にコテンパンにされたんですけども、はい、今回はちょっとあの僕も上手くない中、こう皆さんも結構わきあい楽しくやっていただいたので、またぜひともやらせていただければと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして続きましてスナッパイさん。はい、なんか僕もっとゲームをしてるはずなのに全然ゲームしてなかったかもしれない。私も会話に混ぜてほしかったです。ですね、お疲れ様でした。とりあえず皆さんめちゃくちゃできるムーブをされてたと僕は外から見て思いました。外から見てて そうですね、もうまあ冒頭でちょっと皆さんの活動とかは昔から知ってる人ばかりで、まあ少なからず一方的に存じ上げてる方がいっぱいいる中で、まあ僕は人ほど緊張しない方だとは思うんですけれども、なんか楽しかったなーっていうのをリスナーと一緒にねえ誰かと喋りたいねえって言いながら誰かお友達早く連れてきてくれないかなって。すいません。いや、お見事な推理や提案から、キルムーブも見事でございました。ありがとうございました。告知といたしましては、毎日のようにアマングアスか人狼かなんかやってますので、YouTube チャンネルの方また見に来ていただけたら嬉しいなぐらいの感じで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そして周りはみんな敵でした。本田さん、いやそんなつもりはなかったんですけど本田真理子です。ありがとうございました。なんだろう、皆さんがすごいいろいろ話を聞いてくださったり、こうみんなでなんかちょっと解決するみたいな、もうクルーとしてめちゃくちゃ楽しくやらせていただきました。なんだろう、最後のなるみさんの白さがもうえげつない白さで私を待っててくれるんですよ、はい、もうトリカルもう私をちょっと休みに見てくれて優しい。でもすごくね、気づいてくれてよかった。泣きそうになります。エレクトリカルよく殺されやすいから、そう怖かったからちょっと見とこうかなって、野菜さんに触れた瞬間でした。私も見てましたよ。スナッパーさんからの声が死んじゃったね。そう、なんとか推理みんなで持っていけたのが良かったです、うん、はい、はい、告知なんですけれども、リーディングライブをやることになってまして、3月6日の14時と18時なんですけれども、アニメ、漫画のボイスコミックみたいな感じで漫画に直接なマンフレコするライブになります。配信、完全配信でやる予定なので、まあ、こういうね、ご事情なので、完全配信でやるので、もしよかったら、見ていただけたら嬉しいです。ツイッター、あと一応 YouTube もあとツイキャスト、いろいろ手を広げてやっているので、チェックしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてマイマイ。はい、ピンクマイマイです。本日は本当にありがとうございました。まず言いたいのが、やっぱりいろんなこう業界というか、なかなか出会わない方とこの場を通じて出会えたことっていうのがまずとっても嬉しくて、その機会をいただけて本当に嬉しいですっていうのと、今回インポスターもクルーメイトでも全部勝利できて、もうすごいテンションが上がってるんですけど、なんか何よりも協力できて勝てるみたいなのがすっごく嬉しかったのと、私は本当に人狼ゲームが大好きで結構バチバチなることが多いんですけど、そんなこともなくみんなで協力できて、インポスター側もクルーメイト側も楽しく議論できたっていうところがめちゃくちゃなんか感動みたいな近い気持ちの嬉しさと楽しさでいっぱいです。本当に今日はありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、コメントやな。いやもう本当にもう温かい。はい、ですね、あ、ごめんなさい、ちょっと変な感じの声が、はい、告知なんですけれども、
私ベイビーウルフという、人狼アイドルに所属してるんですが、そちらの YouTube チャンネルがございますので、よろしかったらそちらチェックしてください。そして早速明日なんですが、ベイビーウルフの時間だよというものなんですけど、トーク番組そしてクイズ番組となっているものが YouTube で配信されるので、そちら私も出演します、他のメンバーも出演しますので、ぜひチェックしてください。あとはTwitter などぜひ気になった方はフォローとかいただけたらいいなと思います。以上です。皆様本当にありがとうございます。ありがとうございます。マイマイのは、概要欄にツイッターのマイマイ本人のとベビーウルフさんと両方載ってるんで、いやありがとうございます。フォローしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そして続きましてゆいさん。はい、本当に今日はお招きいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。いやーなんかもう本当に あとね数時間やりたいぐらいあっという間だったんですけど、いやなんかやっぱり皆さんそれぞれおそらくこう普段別の方々とかとプレイされてると思うので、なんかこうそれぞれのこうプレイスタイルとか、それぞれのこう慣れ親しんだ形とかもちょっとちらほら見えつつ、あなんか思ったより撮影が高いとか思ったよりこうなんかすごいいろいろね、なんかこうあそうこうなんだあなんだみたいな、なんかこうギャップみたいなのとかがねすごい楽しくて、私はすごい一人でこう議論せずミュートしてる間もですねめちゃくちゃニヤニヤしておりました。なんか本当にこんなねこういう機会でもないとこんな異業種の方々とねご一緒できる機会なんてないんで、私はもうゲームやるとなぜか人見知りしなくなるので、ものすごいこの企画面白くて好きなので、もしよかったらまた呼んでいただけると嬉しいです。ありがとうございました。本当にあ個人的な告知といたしましてはですね、私人狼放送を月に1回やっておりまして、まあ、それこそねスナパイさんとかにもよく出ていただいてるんですけど、はい、はい、いろんな特殊ルールで人狼をやっていまして、恋人ありだったりとか、こう人狼とか全員一気に当てるルールとか、まあ、夜時間狼同士が相談できるルールとか、もういろんなルールでとにかくもう5年ぐらいやり倒しててですね、月に1回お祭りルールでやっていて、まあ、なんかこう強いガチガチの人狼というよりかはちょっとこう肩の力を抜いて楽しめるお祭り人狼みたいなルールが多いので、ぜひね人狼ゲーム好きだよっていう方はね、もう一戦だけでもお試し版で YouTube とかにたくさんあるので、ご覧いただけたら嬉しいなと思いますし、アモンガースもかなり高頻度で、今週とかなんか3回ぐらい配信していますので、はい、よかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。その他の出演情報など Twitter もご覧いただけたら嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして最後に下月さん。はい、下月はるかです。今日は本当にありがとうございました。本当なんだろう、皆さんいろんなフィールドですごく慣れてらっしゃる人もいて、で議論の進め方が本当になんだろう、初心者でも分かりやすく考えるなんだろう思考をこうもちゃんと引っ張ってくれて、騙す人もちゃんと上手に騙すし、ちゃんとこうみんなで協力してどん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 こう追い詰めていく感じっていうのもすごいこうやってて、なんかこう普通にやってると結構ついていけないところが皆さんの議論のおかげで頭がついていけたりしてすごく楽しめました。なので、皆さんのおかげで本当今日はすごく楽しかったです。なんか私自身はインポスターもやりましたけど、もうちょっと議論が自分でもできるように、なんかこう自分の白をなんか白だよっていうふうにもうちょっと説得力を持っていろいろできるように勉強していきたいなと思うんですけど、こうやって皆さんとプレイすることで勉強になってると思うんで、また引き続きいろいろ機会があったらやりたいんで、ぜひお声掛けしていただけると嬉しいなと思います。はい、ありがとうございました。そして、告知なんですけども、YouTube チャンネルですね、もう少しで5000人になりそうな感じの登録者なんで、よかったら皆さんチャンネル登録してやってください。で、明日のですね、15時から、
自分の、まあ、あの、アルバム、ティンダーリアの種という、あの、ファンタジーアルバムがあるんですけど、それの10周年アルバムの、視聴会をやるので、気軽に聞きに来ていただけると、私も、の音楽活動も、そこで聞いていただけるんじゃないかと思うので、お時間合う方は、ぜひ、遊びに来ていただければと思います。そんな感じで、また呼んでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。今コメント聞いてて思ったんですけど、3戦ともじゃあクルーで負けてインポスターで負けてインポスターで負けたのは全部負けたの私だけっていうこの、うん、そうなりますね。そっか、本当気づいてしまってちょっと今震えています。そっか、あれちょっと3月もまたお呼びしていいですか？リベンジしてもらいましょう。ちょっとこれは悔しすぎるんで、ちょっとまたみんなお呼びして戦いたいなと思ってますけど、ありがとうございました。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 はい、ということでございまして、皆さんで配信するのはここまでになるかなと思いますが、言い忘れとか告知とか皆さん大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。はい、じゃあ分かりました。はい、ではちょっと最後に主催からになりますが、概要欄に皆さんのツイッターだったりとか、チャンネルのリンクだったり、今日の視点配信のリンクが貼ってありますので、ぜひぜひよかったら、いろんな視点回っていただいて、チャンネル登録とかツイッターのフォローとかしていただけると嬉しいです。ツイートも感想ツイートもお待ちしております。よろしくお願いいたします。またごめんなさい、これはちょっと個人的になるかもしれないですけど、この人のアマングアス見たいみたいなのもハッシュタグで募集しておりますので、絶賛出演者を募集しております。おすすめの配信者さんとか、いろんな異業種の方を教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで以上でここで、全員で配信するのは終了にしたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。この後各自視点ある方、視点をお楽しみください。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと配信閉めてきます。はい、ということで、YouTube をご覧の皆様、本日はありがとうございました。いやー楽しかったな。なんか昨日のね、スナパイさん主催のやつもそうなんだけど、私やっぱね、根本的にね、初対面の人と人狼するのが好きなんだよね、すごい昔から。そう、なんかやっぱり人狼って人となりがこう分かるというか、コミュニケーションツールとして非常にねいいものなので、なんかこうぐっと数時間で参加者のメンバーに対して親近感が湧いてしまうというか、こう勝手に愛着をね持ってしまうんですよね。うん、楽しかった。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、また呼んでもらえたらいいな。アマンガースね、私もね、一応なんか来月企画しているやつとかあるので、まあまたまだまだ YouTube アモンガース企画続いていくと思いますのでね。そう、もうなんか逆にまたアマンガースかよって思う人とかもね、たまにいるかもしれませんが、まあ、このゲーム本当ね、一緒に遊んでくれる人がいてこそのゲームで、もうこんだけ8人9人10人いなくなっちゃったらもう一生遊べなくなっちゃうから、やっぱ今ね、遊んでくれる人が多いうちにいっぱい遊びたいなと思っておりますので、はい、ちょっとね、まあ、他のゲームとかもやってると思うんで、アモンガスの時も温かく見守っていただけたら嬉しいです。はい、そんな感じで、ちなみに明日、ニコニコの方のゆいチャンネルの方で、コラボ配信があります。ゲーム実況ヘブン、ゲーム実況ヘブンさんとのコラボ配信があって、そこでコンプレックス人狼っていう人狼ゲームをやります。はい、もう何のこっちゃよくわかんないと思うんで、よかったら19時半からかな、あ、ちょっと後でツイートしますが、明日夜見てください。はい、ゆいチャンネルの放送に関して言うと20時半からですね。はい、実況者さんのコンプレックスは一体どんなことなんだろうっていう、ゲーム実況者さんと一緒に
治療していく形ですね。出演者はセラミカルさんとマサさんとセントさん、セントさんはどっちかというと格ゲーマーですね。はい、そんな感じでございます。はい、非常にね不思議なメンバーではあるんですけども、まあスタジオでやるっていうなかなかまあ昨今珍しい機会でもございますので、明日夜もぜひご覧いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは皆さん今日はお付き合いいただきましてありがとうございましたね。夕方のゲーム配信から引き続きご覧いただけた方もいたらありがとうございます。そうそう、よかったね、夕方のやつ見てない方いたらあの見てください。ぜひあのリーガルダンジョンっていうゲームをやりました。では、こんな感じで今日は置いてましたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。あったかくして寝てください。バイバイ。